TBS ラジオ伊集院光とラジオと。11月25日水曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。月曜日の10万歳の言葉のコーナーで、はい、80歳ぐらいのあのリスナーの方がね、子供の頃キイチの塗り絵っていう塗り絵が好きでねっていう話してくれて、でネットで調べたら復刻版が結構安く出てるっていうのが分かって、はい、で安受け合いでじゃあプレゼントするよっつってで取り寄せたの。はい、でなんかさ、そのいい感じでこのキイチの塗り絵、ラジオで僕のトーク力で絵柄を伝えることはちょっと難しいんだけどね。なんか僕らの子供の頃ってさ、はい、アニメのキャラクターとか特撮のキャラクターの塗り絵だったじゃん。うん、そうでしたね。でキイチの塗り絵は、蔦谷喜一さんっていう、蔦谷喜一さんっていう画家の方が描いてる、まあオリジナルの可愛らしい女の子も、かわいい、なんかいろんな場面の、それこそウェディングドレス着てるところから、なんつうの、あの文金高島田の花嫁さんの和服とか、まあ、そういう絵で、まあ、塗るんだろうけどさ、いいのは正しい色が多分ないんだよ。振袖のすごい細かい柄は書いてあるんだけど、要するに俺らはさ、アルプスの少女ハイジ塗ろうと思ったらさ、見本のその、 あの赤い服に黄色いボタンみたいななんか あんじゃん、うんうん、髪はくる、クララは、うんうん、もうそのカラーテレビ時代の子だから、クララは多分あの青い服みたいな、正解があるじゃん。その通りにね、塗りたいですもんね。ねえ。で、うん、で、変だし、その通り塗らないといけない感じすごいしたよね。そうですね。なんかそういう選択肢あんまなかったかも。だそうするとさ、このすごい柄物の和服の花嫁衣装なんかをどういうカラーリングするかってすごいワクワクしたと思うんだよね。ああ、本当ですね。で、一方でさ、流行ったのは戦後すぐぐらい、すっごい流行ったらしいんだけど、うん、どれぐらい色鉛筆ってものが高級で、色鉛筆にはどれぐらい色があったのかね。どうなんですよ、12色とか俺らわかんない。それこそさ、今その聞いていただいてる70代80代の人にそれこそ尋ねたいぐらいだけど、当時の色鉛筆がどれぐらいあって、塗り絵がどれぐらい贅沢かもうわかんないんだけど、これ例えばまあ、ドレス、ちょっとこう模様の入ってるドレスとかお花の模様が入ってるんだけど、要は塗り絵だから白黒で、これに関する見本なんか何にもないの。一応表紙だけはカラーなんだけど、それと違う絵ばっかりだから、なんかすごいいいなと思って、ね、着物なんて塗ったことないですもん、うんうんうん、人生の中でないよね。でこの柄物にすごいセンス出るはずだから、なんかね、幼馴染の近藤くんっていう、結構小学校1年生からずっと同じクラスだった近藤くんっていて、はい、で、なんつったらいいのかな、そいつのセンスにちょっと僕はやきもちも焼いてるし、バカにもしてるし、尊敬もしてるしみたいな間柄なんだけど、はい、ぼんやりした人なんで、ゴレンジャーの塗り絵をさ、はい、全部赤で塗ったりするんだ。いやいやいや、で俺からしてみたらダメじゃんって思うんだけど、もうすごい聞きとしながら、はい、俺赤、まあ、赤レンジャー塗ってキレンジャー塗ったら次紫で塗り始めたりするのよ。なんかでいて一人でカカカカって笑ってんのね。でどっちかっていうと自分で言うのも変だけど、僕はすごく真面目で堅物だから違うじゃんってなっちゃうんだよ。ああ、いやでもね、いろんな人から突っ込まれそうですよね、色違うよ、何それっていう、そうそう、ね、でもね、正直面白いんだよね。あ、全部ピンクで塗ったりとかするとちょっと面白いんだよね。なんかそれ、なんか何かが自分の中で、 あこれは面白いし羨ましいし、でもこんちゃん違ってるよそれみたいな。あ、うんうんうん、ね、そうね、確かに。何塗った塗り絵、私は今覚えてるのはクリーミーマミとか、クリーミーマミもなんか髪の毛の色からなんかもうその独特のアニメの色あるもんね。はい、衣装もその決まりの衣装があるから、みんなどうやったってそれで塗るもんね。そう、同じにやっぱするのが楽しかったんですよね。塗れたっていう。塗り絵は結局はみ出ないことしか
ちゃんと塗ってはみ出ないことが、その、技術さみ、技術さみたいなもんで、自分はそのゴレンジャー塗るんでも、ちゃんとヘリのところを、まず強めに、その赤レンジャーの赤で塗って、中に向かってこうやって、やっていくとはみ出ないから。はいはい、縁取りしてましたね。クソ真面目でつまんねえだろこの、それをやると綺麗に、あの、本当の売ってる絵本と同じになるっていうのが塗り絵だと思ってて、コンちゃんは割とはみ出たりとか雑ではあるんだよね。へぇ。でもね、めちゃくちゃな色で塗るんだよね。みんな茶色で塗ってうんこうんこ言ってたりするんだよ、ね、本人が楽しそうなのもね、すごいですよね。まあね、だからこのキーチの塗り、まあ、あの、ちょっとその、お送りしますけどもね。でも安い、600円ぐらい。塗り絵一冊で、復刻版でちゃんとしっかりしてて、うん、600円か700円ぐらいで。これは素晴らしいですね、いい。一冊、ひどい色で塗ってみようかな、俺。どんな着物がわかんないけど、その、うん、紫と緑の柄の、紫地に緑の柄みたいなやつに、ちょいちょい黄色の点が入ってるような。大人の塗り絵も流行ってるけど、大人の塗り絵よりは、僕は今こそ子供の塗り絵をめちゃくちゃに塗りたいね。ああ。感性の許すままに塗りたいね。まあ、キイチの塗り絵。はい。懐かしいっていう方も多分、この時間帯のラジオはお聞きいただいてるかなと思いますけど。さあ、じゃあ今週のメッセージテーマいきましょう。はい、今週のメッセージテーマはささやかな楽しみ。これなんか読んでて楽しいですね。ね。でしかもあとそういう人になりたいと思いますね。あ、うん、なんか憧れちゃう。ね、本当に何でもないことを楽しんでんだなみたいな。ムーンブリッジさん30歳。伊集院さんアシスタントさんおはようございます。おはようございます。おはようございます。私は。スーパーマーケットの前などで、うん、ご主人の買い物をいい子に待っているワンちゃん。あー、この人のオリジナルかな。待ち冒険って書いてあるんだけど。いるよね、待ち冒険いるよね、うんうん、うちのなんか絶対無理だから買い物なんか連れてかないけど、あの本当にちゃんと待ってで、そう。あの、ルールはどうか知んないよ。その、街路樹のとこにさ、止めてさ、その、首輪引っ掛けただけでさ、ちゃんと待ってる犬、いるよね。お座りしてね。この、待ち冒険を見るのがささやかな楽しみです。ワンちゃんによってご主人を待ってる間、不安そうな顔や無心の顔、はたまた知らないおじさんに愛想をばらまいているワンちゃんなど様々で、スーパーマーケットに入る前に待ち冒険を発見した時はラッキー、心の中でガッツポーズをしてしまいます。同じ時間帯に買い物に行くと同じワンちゃんに会え、ワンちゃんの顔見知りを増やすことができるのも楽しみの一つです。あ、なんか俺なんかこう、かみさんの車乗ってて、私、夕食の材料買って帰るから、あの、あなた入るとあれ買う、これ買う、うるせえから、表で待ってろってか、車で待ってろって言われたりとかして、子供か。あんた来るとあれ買う、これ買う、チーズとか言うから。乗ってなさいっつって。そう、乗ってろって言われて、乗ってたりするわけ。で、乗ってるとさ、その、柵隔てて待ち冒険いたりするわけ。で、そうするとさ、お前も一緒だなと思いながら。ね、でもさ、その、犬と全然似合わないっつったら変だけどさ、はい、なんかすごい綺麗にしてるティーカッププードルみたいのをさ、うん、結構なおじいちゃんとかが連れて帰ったりとかするからさ。ああ、そう。なんか、あれ、意外っていう。意外っていう組み合わせがあったりとかさ、全く愛想ない犬がさ、帰ってきた飼い主とだけすっごい仲良く帰ったりとかするとさ、うん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 、なんかちょっといろんなドラマ思い浮かべちゃうよね。ねえ。さあ、じゃあ、ささやかな楽しみまだまだお待ちしております。メールの方は、ij@tbs.co.jp までです。ファックスの方は、0355620954 までです。また、番組のホームページにあります、投稿フォームや、メール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからもお待ちしております。はい、おはがき封書の宛先です。郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。
ください。メッセージを紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント、さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオとお時間許す限りお付き合いください。60代70代のドライバーの皆さん、車を運転しようとしたらうっかりしたことはありませんか？例えば鍵を車の中に入れたままロックをかけてしまったり、そんな時チューリヒのスーパー自動車保険なら無料で対応します。チューリヒは業界最高レベルのロードサービスを無料で提供。しかもチューリヒでご契約されている方のアンケート結果では、年間保険料が平均でおよそ2万4000円節約できているんです。チューリヒのスーパー自動車保険、お見積もりはもちろん無料。 0120-455-572 まで。 TBS ラジオ公演インフィニティライブフェス2020開催。音楽ライブと CG アニメーションと VR の融合、会場の大型モニターに視聴者がアバターとして映し出されることで、アーティストと視聴者が互いに存在を確かめ合える新しい配信ライブです。20組の豪華アーティストが出演、それぞれのアーティストによって変化するステージをお楽しみに。12月12日土曜、13日日曜の2日間開催。専用の VR ゴーグルをつければあなたのいる場所がライブ会場に。チケットは各1日券が税込み5000円、2日投資券は税込み8000円です。購入はお手持ちのスマホから。離れていてもアーティストとオーディエンスがつながる、今まで見たことがない新感覚ライブエンターテインメントをぜひご体感ください。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時42分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。書店や文具店の店先に来年の手帳が並ぶ頃ですよね、うん、手帳というとスケジュールやメモを書き込むものですが、そうではないのが警察手帳です。昔はメモを書き込める白いページがあったそうなんですが、2002年にデザインが変更され、現在はありません。あくまで身分証明書であり、手帳としての機能はないんです。ちなみに昔はドラマなどで刑事が警察手帳の表紙をちらっと見せるシーンおなじみでしたが、うん、現在は表紙には何も書かれていないんだそうです。よく昔さ、雑学でさ、まあ、雑学と、まあ、決まりだったんだと思うんだけど、こうドラマの小道具でさ、警察手帳見せるじゃん、はい、そうすると多分ドラマで警察手帳って書いてあるんだよね。そう、例えば、黒い表紙にさ、金かなんかで警察手帳って書いて、こういうもんです、みたいな。言ってさ、はい、本当はそこ警視庁って書いてあったんじゃないかな、本物は。でいて、その雑学的にはそのドラマ小道具と本物は書いてあるんです、みたいなことをよく言ってた。でもさ、みんな基本的にドラマでしか見たことないからさ。そうですね。本物を偽物と思うってか、ややこしいよね、それね。ね、なんか。そうですね。うん。もうドラマ小道具って書いてあるやつを出すしか本当はないと思う。ああ。本当は。ね。だけど、まあ、それじゃリアリティがないからっていうことなんだろうけど。はいはい。本物って見たことある？本物多分ちゃんと見たこと。見たことあんまない方がいいんだろう、あんなの。だって事件に関わってない方がなるべくだったらいいわけだから、はい、加害者でも被害者でも容疑者でもない方がいいわけだよね。俺、容疑者で何でも見てるよっていうのもどうかしてるもんね、多分、タレントとしてはね。そうですね。なんかね、本物はちょっとよくわかんないね。うん、さて、真っ白な手帳を開くと、新しい自分と向き合っているようで、清々しい気分がするものですよね。新しい一日の始まりも、清々しい香りで、日本行動の星雲バイオレットをお勧めします。星雲バイオレットは、煙の少ないお線香、売り上げナンバーワン。ソフトでフローラルな香りが、広く皆様に親しまれています。富士山に青い雲を描いた、紫の箱が目印。お線香は日本行動の星雲バイオレットをどうぞ。日本行動からのお便りでした。
さあ、変わって皆さんからのお便りです。メッセージテーマ、ささやかな楽しみ。はい。ラジオネーム、アリオリハベリさん、48歳女性。ありがとうございます。私の楽しみは、朝一でスーパーに行って、立派なブリカマをゲットすること。近くのスーパーには鮮魚コーナーがあって、はい、開店してすぐに行くと、さばいたばかりのアラとかカマが、店頭に並んでいる。ああ、そうなんですね。アラとかカマって結構安くて、うんうん、物によってはとても魅力的な商品で、うん、そんなに大きなスーパーではないから数もそんなに出ない。そういうことか。あ、巨大スーパーならブリカマも何個か出るだろうけど、でしょうね、そこまではないという、うん、キュンキュンときめくような一品に出会えるのは年に数回で、うん、これを朝ゲットしとくと、今夜はブリカマ、今夜はブリカマと朝からテンションが爆上がりです。はぁ。いいですね。そうだよね。うまいんだよな。あの、ブリカマの、なんか中の方にある肉、うまい。いやー、美味しい、ね。ちょっとしかないんだけどさ。でもあれうまいよね。なんか鮭とかいろんなのあるけど、ね。はい。いや、なんか、ちょっとライバルになりそうだな。あれ、これ朝のね、楽しみですね。なっちゃうね。私もやりたい。で、待ち冒険にもあってスーパーの前でもうセットにできんね。貞吉が送ってくれた緑の箱の毎日香、ボタン樹と白檀の香りで煙極小香りを抑えめ、残りがも少ないナチュラルな使い心地。こんな気遣いできるようになってね、お父さん。お線香は毎日香ナチュラル。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所から B 型肝炎の給付金についてのお知らせです。子供の頃に受けた集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスに感染した方は、症状などにより最大3600万円の給付金を国から受け取れる可能性があります。B 型肝炎ウイルスが原因で家族を亡くしたご遺族の方も対象です。しかしながら現時点では35万人以上の方がまだ給付を受けていないと言われています。請求期限まで1年半を切りました。集団予防接種を受けたことがある方はお早めにご相談ください。アディーレでは B 型肝炎給付金のご相談は何度でも無料。お問い合わせは0120-881-920 0120-881-920 0120早い給付をまでどうぞ。時刻は8時47分、まもなく8時48分になります。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は子育て共同フォーラムと周運の魅力に触れる体験乗船会についてお知らせします。はじめは子育て共同フォーラムのご案内です。子育て応援東京会議は、東京のポテンシャルを生かした共同を促進し、社会全体で全ての子どもと子育て家庭を支援できる東京を目指すことを目的にフォーラムを開催します。日時は12月13日日曜日の午前10時から午後4時まで。会場は渋谷区にある東京ウィメンズプラザです。当日はメインプログラムとして、中学生高校生の参加者が東京の子育て支援について考え、意見を発表する子どもシンポジウムを行います。10代が考えた東京の未来像を踏まえ、グループワークを通じて共同の基盤を作りませんか。このほか都内では義務教育初の民間校長として、杉並区立和田中学校の校長を務めた藤原和弘さんの講演もあります。子育て支援に関心のある方は12月4日金曜日までに専用ホームページからお申し込みください。参加費は無料で、先着順で定員になり次第締め切ります。詳しくは月曜から金曜の午前10時から午後5時までの間に、事務局電話 03-6262-5073 03-6262-5073 番までどうぞ。続いて、周運の魅力に触れる体験乗船会のご案内です。
東京都港湾局では今週の土曜日から来年の1月17日日曜日にかけて、日の出クルーズとお台場クルーズ2つの体験乗船会を無料で開催します。日の出クルーズでは小型クルーズ船に乗り、東京港の景色を存分にお楽しみいただけます。お台場クルーズでは東京港の様々な景色や、お台場の冬の風物詩であるイルミネーションで彩られた美しい夜景をお楽しみいただけます。参加を希望される方は乗船会の予約サイトからお申し込みください。定員は日の出クルーズが各便先着15人、お台場クルーズは各便先着30人、ただし12月24日と25日のお台場クルーズは各便1組4人までです。詳しくは月曜から金曜の午前10時からお昼の12時、または午後1時から5時までの間に、ツイート創造パートナーズ電話 03-6722-6106 03-6722-6106 番までどうぞ。なお先着順のため空席状況をご確認ください。最後に東京都からのお願いです。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、会食をする際は小人数で小1時間程度に収め、小声で話し、小皿に分け、こまめにマスク、換気、消毒をする、この5つの項を意識するようにしてください。加えて医療従事者への心遣いも忘れずに。また重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方、こうした方々と同居されている方も会食はできるだけ避け、家庭内にウイルスを持ち込まないよう徹底しましょう。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース東京都がお送りしました。もしもし、どのようなご相談ですか？若い頃より足が弱まったのか、歩くのが億劫に感じまして。どんな時にそう感じますか？遠くまで出かけるとすぐに休みたくなったり、踏ん張りが効かないなと思うことがよくあるんです。そうなんですね。それなら、再春感性薬所の歩みのゼリーをお試しになりませんか？どんな商品なんですか？歩みのゼリーには、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンという成分が含まれていて、この成分が年齢とともに低下する足の筋力に作用し、中高年の方の歩く力を維持することが報告されているんですよ。歩く力を維持してくれる成分？私にぴったりじゃないですか。機能性表示食品です。特保ではありません。試してみたいです。歩みのゼリーは無料のお試し3本セットをご用意しています。お問い合わせは 0120-777-444 777-444最春感性薬所ですよ。浅田真央さんも愛用しているエアウィーヴがふるさと納税でもらえます。肩、腰に優しいマットレス、首にフィットする枕、座り疲れを軽減するクッション、しかもカバーも中も全部洗えてずっと清潔。詳しくはふるさと納税エアウィーヴで検索。鏡餅は佐藤。鏡餅もち佐藤のもちもち、食べたら潰して楽ぽいぽい。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。あれ？お姉ちゃん、また模様替えした？お、気づくね。私、張替弥生、都内勤務のアラサー OL。 今日は一人暮らしの部屋に妹桃子が遊びに来ています。時間できるとやってるんだけど、さすがに最近マンネリでさ。なんかでっかいインテリア入れれば？剥製とか。剥製？剥製あるわけないでしょ。壁紙変えちゃうとか、総柄の派手派手に。だから、いや、ありだな。インテリア用接着剤の総合メーカー、やよい科学。
刻はまもなく8時55分になります。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村真奈美さん、おはようございます。おはようございます。お伝えします。まず横浜新道の上り線ですが、新保土ヶ谷で車2台の事故です。左車線が通れず8キロ、戸塚から1時間20分です。集中工事のため東名高速の下りは大和トンネルで8キロ30分、上りは大和バス停で5キロを20分、東京インターで7キロ40分、圏央道の内回りは海老名ジャンクションで4キロ半、さらにその手前、圏央厚木インター付近では事故の模様です。7キロで相模原相川インターから50分です。中央道の上りは4号線の幡ヶ谷を先頭に19キロ、府中バス停から1時間15分です。警視庁から以上です。警視庁の中村真奈美さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後9時21分頃にお伝えします。親の商売引き継ぐのほんと大変。土地はあってもお金ないんだよな。相手してもらえないでしょう。規模も小さいし。それでも大丈夫、聞いてみよう。事業を継ぐ方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック車検のコバック。はーい。あれ、インターホン変えた？そうなのよ、近頃物騒だから新しいのに変えてみたんだけど、モニターは大きくて綺麗だし。へー、なかなかいいのよ。じゃ、考えてみる。またね。あれ、用事は？見える安心、インターホン一戸建てタイプも。ピンポンはアイフォン。光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分過ぎからは毎週ちょっとアレなレコードを紹介するアレコード。今日のアレコードコレクターは戦前レコード研究家の堀徹さんです。10時からのゲストコーナーにはお笑いタレントの松尾伴内さんが登場。たけし軍団入り当時のお話から、出張鑑定で訪れた全国各地のお宝のお話までたっぷり伺います。10時40分頃からはおっちょこちょい話安田コレクション、お楽しみに。さあ、ささやかな楽しみの前に、はい、ラジオネーム大ママちゃん、69歳、女性の方、はい、いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。先日キイチの塗り絵と聞いてすごく懐かしくて即メールしようと思ってたくらいです。当時は色鉛筆じゃなくてクレヨンで塗ってた気がする。へー、だからよくはみ出た感じになって下手に塗れてました。塗り絵の端っこに2匹の小鳥が短冊を加えていて、そこにひらがなでキイチと書いてあるのが何だろうと思ってて、ずっと疑問に思ってた。ああ、見るとね、復刻版にも載ってんの。なんか小鳥のイラストとキイチっていう作者名が、ね。はいはい、以前、テレビでたけしさんのお母さんが、たけしさん、ビートたけしさんかな、たけしさんのお母さんがお知り合いでとやっていて、そこで作者の名前だったと知りました。ええ、これクレヨンは大変だね。難しい。あの塗り絵、子供のやった塗り絵でさ、特に男の子の仮面ライダーとかウルトラマンなんだけどさ、はい、クレヨンでさ、描いてて興奮してんだから塗ってて。うん、うん。ガンガン潰れてく。筆圧っていうかさ、もう めちゃめちゃになってんの見ると、あれはあれで芸術だよね。はみ出まくっててさ、スペシウム光線が描きたくてしょうがなくなっちゃってさ、手からブワー出ちゃってるのとか見ると、これあれはあれで相当好きだなと思いますね。それからですね、サンボの妻さん、43歳。はい、ありがとうございます。私のささやかな楽しみは、6歳と7歳の娘たちに見つからないように、うん、冷蔵庫の一番上の棚の奥にこっそり隠している少しお高めのチョコレートを、娘たちの寝かしつけが終わった後にハーブティーと一緒に 2,3 粒食べることです。わかるわかる。ね、子供なんか雑に食べんだから、チョコレート。チョコレートだっていう感想しかないんだからね。もうそれだったら高級なやつは、ちょっと自分用にはわかるね。寝る前の甘いものはダイエットに良くないとは思ってるんですけれども、うん、やっぱりこれがやっぱささやかな自分の時間だし。で、なんか安眠できるみたいなのもあるもんね、今ね。うんうん。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。
9時です。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、新田悦夫アナウンサーお願いします。はい、おはようございます。今朝6本のニュースをお伝えしてまいります。まず最初のニュースです。東京都では昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに186人報告されました。また重症者は10人増えた51人で、緊急事態宣言解除後では第2波のピークを超え最も多い人数です。このほか都道府県別では、北海道が216人、大阪が210人、愛知が110人などとなっています。全国の重症者は14人増えて345人で、おとといに続き最多を更新したほか、死者は合わせて19人で、累計で2000人を超えました。次です。東京都は今日、新型コロナに関する対策本部会議を開いた上で、小池都知事が臨時で会見する方向で調整を進めています。関係者によると、重症者の数が一定の基準を超えた場合に、飲食店などに対し営業時間の短縮を要請するための本格的な調整に入ったことが分かりました。ただ、時短要請を実施する期間や、何時までの短縮を要請するかについては、詰めの作業が行われています。東京都議会での最大会派、都民ファーストの会が、新型コロナ対策として都民への罰則を盛り込んだ条例案を来週開会する都議会に提出します。保健所が検査を求めても、隔離されることなどを嫌って検査に応じないケースが相次いでいることを受け、濃厚接触者など感染が疑われる人に検査を義務付けるもので、2日以内に検査に応じない場合は、5万円の反則金を課すとしています。政府は観光振興策 GoTo トラベル事業をめぐり、札幌市、大阪市を目的地とする旅行について、昨日から来月15日までの3週間 GoTo トラベルの対象から外すことを正式に決めました。またすでに予約済みの分は12月1日出発分まで割引を適用し、それ以降は割引が無効になります。利用者にキャンセル料の支払いは求めず、宿泊施設などに対しては国が代金の 35% 分を保証するということです。次です。安倍前総理大臣の後援会が主催した桜を見る会前日の夕食会をめぐり、安倍前総理周辺が東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、ホテルに支払った費用の一部を補填したことを認めていることが関係者の話で分かりました。去年までの5年間、参加者から集めた会費との差額を負担し、多い年でおよそ250万円を補填した可能性があることも判明していて、特捜部が立件できるかどうか検討しています。最後のニュースです。茂木外務大臣と来日中の中国の王毅外相が会談し、今月中に両国間のビジネス目的の往来を再開させることで合意したと発表しました。また、茂木大臣は尖閣諸島周辺の海域で中国の公船が領海侵入などを繰り返している問題について、中国側に適切な対応を取るように改めて求めたということです。これに対し王外相は、引き続き自国の主権を守っていくと強調したということです。以上ニュースをお伝えしました。新田悦夫アナウンサーありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア、リーズナブルなホームファッションからプライベートブランド家具まで充実の品揃え、カフェやキッズランドも併設、ゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。北は青森から九州までネットする、いいものここから東京インテリア。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。
HB101 は 0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 伊集院光とラジオとニュースと、ここから解説です。今朝の解説はニュースデスクの中村久人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあコロナなんですけれども、はい、バタバタ本当にバタバタしてますね。なんかいろんなところでなんか落ち着かないっていう言い方がいいのかどうかちょっと悪いですけども、いやなんか本当に一つもしっくりすることが出てこなくて、あ俺らじゃあもうそういうことでやっていくしかないんだみたいなことに全然ならないですね。ね、うん、まあ東京なんかでもね、昨日のその新規感染者186人で人数が随分少ないかなというふうに思ったら重症者が一気に10人増えて51人と、うん、まあこれ3連休だったんでね、なんか報告がちょっと遅れたりしたっていうことがまとまって上がってきたっていうこともあるのかもしれませんけれども、うん、だからこの50人超えたっていうのは緊急事態宣言が出ていた5月18日以来なんですよね。はい。はい。で、しかもなおかつ、東京のその重症者っていうのは集中治療室 ICU に入ってる人たちは含まれてませんので、うん、人工心肺や人工呼吸器をつけてるか、ECMO を使ってるか、このどっちかだけですんで、はい、実際に今度 ICU に入ってる人、これは国の基準だと ICU に入ってる人も、あるんだけれども。相変わらず違うんですか？違うんですよ。まあ国に対しては、その人数も両方報告してるんですけども、発表自体は、都が発表してるのは都の基準で発表してるんですね。だからそういう意味でいくと、相当その医療体制っていうのは逼迫してきてるということには間違いないということですよね。はい、ですからまあそういうことも踏まえて、まあ小池都知事今日の本部会議で、飲食店などへのその営業時間の短縮求めると。で、大体50人超えると、これは短縮要請せざるを得ないだろうっていうようなことが、都の中でちょっと言われてたみたいですので、そういう本気でそういうところに向かっていくということですよね。だから、当然、時間の短縮と同時に、GoTo イートに対してどうするかっていうことも話し合われるでしょうし、その、職権っていうか、一時停止するのか、あるいは使うのを自粛するよう求めるのかと、まあ、そのあたりになるんでしょうね。で、GoTo トラベルに関しても、やっぱり、わからないのは、それ大雑把にね、そのまとめると、相変わらず、GoTo トラベルで感染が増えてるってことはないんだと。ええ、ええ。ないけど、止めますみたいな。その、ないけど、みんながそんなに言うんなら止めますみたいな感じと、で、さらにはやっぱりわかんないのは、札幌に来るのは、札幌から出るのはみたいなのバランスが全然、東京もそうですけど。まあ、来るの目的地として行くのはダメだけれども、はい、そこから出発する分には OK ということに現段階ではなってるわけですよね。それなんか説明をなさるんですけど、何度説明を聞いてもどうしてそうなるのかが。まあ、一応その他の地域っていうのは感染拡大している地域に比べると、の医療体制が逼迫してないと、それほど高く、逼迫度が低いということから、そこまでは、まあ、この中止っていうか、もう止めないというふうなことを言ってるんですけども、だけど、広がってないところっていうと、医療体制がもともとそんなに強くないところっていうのが多いわけですから、はいはい、そこで広がると、あっという間にもう医療体制逼迫しちゃうわけですよね。だから東京とか札幌とかっていうのはまだ医療体制としては他の都市なんかに比べると充実してる方なんですよ。うん、だけど、そういうところからのものっていうのを止めないと、その人の動きっていうかね。で、それでないと感染はその拡大っていうのはなかなか防げないですからね。はい。確かに、そのトラベルそのもので感染が広がってることじゃないと思いますよ。だけど、トラベルとか GoTo イートとかっていうことは国がバックアップして旅行に行きましょうとか、食事をしに行きましょうって言ってるわけだから、ある程度みんな、それぐらいだったらいいよね。ちょっとぐらい旅行行くのはいいよね。ちょっとぐらい食事してみんなで楽しい話するぐらいないと、これだけコロナで苦労してきてるんだからってなって、で、そこの食べに行ったところとか、そういうところで広がってくるっていうのが、感染ですからね。で、その、まあ、今のところ、その、GoTo トラベルを使って、そこから、感染が出たケースは、何千万人で使ってるのにこれぐらいしかないんですよ、みたいなことを言うんですけども、僕はちょっと昨日も言ったんですけど、例えばそれをココアを使ってない人は、旅行できないみたいな、もしくは GoTo トラベルの恩恵を受けられないみたいなものをセットにしてくれれば、はい、感染経路が明らかになるから、きちんとした数字が出ると思うんですね。で、そういうこともないまま、漠然と、お医者さんや専門家があれぐらい必死に GoTo トラベルは関係あると思うっていうのに対して、あるないの水かけ論みたいに、ないですって言ってるのって、やっぱり、国民は信頼しないですよね。それを。説得力がないっていうか。
の感じがちょっとついていけないんですよね。まあ、だから未だにその無症状の感染者っていうのが随分多いわけですよね。はい。はい、だからそういう人たちは別に自分が感染させてるっていう意識がないわけですから、はい、そういう人たちが、その、そういう人たちの中の例えばごく一部であっても、それがその人に感染させる力を持ってれば、それだけ広がってくるってことは間違いないわけですから、うん、だから本当そういう意味では、その小池さんなんかもね、その新規感染者数がわっと増えた時っていうのは、いや、それだけ検査してますからっていうから、検査しなかったら分かんなかった人たちがいっぱいいるわけですよね、それだけ。だけどそこに感染の恐ろしさっていうのはあるわけで、そういう意味でいくと、もう とにかく、その検査の件数っていうのも増やしていかなきゃいけないし、ある程度どこでどういうふうにやってるのかっていうのを掴んでいくしかないわけですよね、方法としてはね。で、まあこの後、とりあえず多分小池知事はいろいろ発表なさると思うんですけど。はい、まあなんか個人的には今フリップ作ったりとかうまいキャッチフレーズを作ってる頃なんだと思うんですけど、僕的にはもうそういうんじゃなくていいですっていう苛立ちしか覚えないです。この5つの項でしたっけ、はい、5つの項みたいの言われてもそういう時じゃ僕らなくて、きちんと何ですか、ふんわりとして分かりやすく聞こえるようなキャッチフレーズとかいらないです。どういう方針なんだ、これはどういうことだと思ってて、どういうブレーキとどういうシステムが出来上がってるのかを、教えてほしいですね、うん、なんかその都と、まあ、自治体と国とかがやり合って、私は国とやり合ってるんですって言われても、僕ら両方だから、国民であり都民だから、もしくは皆さん国民であり県民だから、そこをやり合ってますみたいな話は僕らからしたらいいです。だからこう、私なんかこう、そう、うがった見方すると、はい、その来年、東京の都議選があるわけですよね。はい、はい。だからその都民ファーストの会が、その、新型コロナで罰則盛り込んだ、条例案、こう、都議会に出すっていうふうになってきて、はい、これなんかも、はい、それから小池さんが国とこうやってるよっていう姿にしても、なんかそこに向けてのパフォーマンスなんじゃないかっていうふうにこう見えてきちゃったりするわけですよね。で、ご本人は違うとかっていうふうにおっしゃるのかもしれないけれども、なんかこう、父としてことが進まないっていう状況を見てると、なんとなくそう思えてしょうがないと。うん、ねえ、ちょっとね、なんかもやもやしたまま、なんかこう、どう考え、コロナというものをどう考えればいいのかが全くわからないままずっと続いてきますね。さあ、そして、もう一つ大きなニュースとしては、桜を見る会に関してなんですけども。はい、まあ、これが、その、まあ、安倍総理の秘書官が、まあ、ホテルに支払った費用の一部補填したということを認めてるということなわけですよね。はい、で、その、報道によると、その、安倍さん本人が、その事務所の担当者に、まあ、去年の、まあ、国会で追及されたときに、補填はしなかったんだろうなっていうふうに確認したときに、事務所側からは、いや、その支出はしてませんというふうな、うん、答えを返したと。うん、それを安倍さんはその通りに今答弁したというふうなことにはなってるんですけれども、果たして本当にそうなんだろうかと。今その総額800万円以上がその収支が合わないからその補填してたんじゃないかというふうに言われてますけれども、はい、でそれだけのお金が動いてるっていうね、トータルでそれだけのお金が動いてることを、そのまあ、管理の一番のトップの責任者である安倍さん自身が無頓着に全部やってたっていうのが、いや、それ自身が自分が申し訳ないって言うんだったらそれだけ止まっちゃうんだけれども、果たして本当にそうだったの？あれだけ豪華なホテルでのね、飲食が5000円じゃできっこないでしょっていうのは誰しもみんなそう思ってるんだけども、それを言い続けてたっていうことに対しての本当自分自身の責任ですよね。そのあたりどう思ってるのかっていうのは聞きたい気がしますよね。なんかニュースを聞いてると自分的にはあれあれって思うのは、これはその、安倍首相に嘘を言っていた一人の話になりそうだなと思うんですけど、最終的にその、うん、いや、あいつが嘘を言うから分かんなくて言っちゃいましたって、一度も僕は嘘を言ってそれを信じてただけなんですっていうのが最終的な説明責任で終わるような気がしてまあ秘書がっていう、そうですね、あのパターンだと思うんですけど、でも僕ね、そのずっとしつこいって言われながら言ってきたことですけど、これはどう考えてもおかしいっていうことに対して絶対おかしくないんだって言い続けたのは、
安倍さんもそうですし、周りの人も全員そうです。誰一人、このお金の、のかからなさはおかしいですって言った、与党側の人はいなかった、当時。まあ、菅さん官房長官で、総理が答弁した通りですって言って、はいはい、それで全部切り抜けてきたわけですからね。はい。で、そうすると、あそこまでみんながおかしいって言ってるものを、おかしくないんだって言った根拠が、あまりに一人のついた嘘って、そんなのおかしい、そんな、その団体のあり方って、おかしいじゃないですか。だからなんか本当にトカゲの尻尾切りじゃないですけど、その人が安倍さんにこんなこと言わせるわけいかないと思って、気ぃ利かして嘘を言いましたっていう、すいませんでしたじゃないし、僕ね、この人にものすごい圧がかかることの怖さみたいのもちょっとあって、なんか、これは何でしょうね、いつも言う、ぐだぐだしてるうちに、最低限これぐらいやってくださいよ、みたいな。じゃあ国会来ました。出て知らなかったんですって言うだけ。これで満額回答になりそうな気がして、ちょっと嫌だなと思うんですけどね。うん、確かにそれはそう、本当おっしゃる通りだと思いますね。うん、そこ一番気がかりだし、うん、あと実際に特捜部が本当にこれ立件していくかどうかっていうところも、そうですね。本当注目されるところですよね。はい。ね、ちょっともうとこ、僕としては、とことんこれはやってほしいなと思いますね。はい。久保さんどうもありがとうございました。どうも失礼しました。ありがとうございました。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは、機能性表示食品。特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、ポリヒロの高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリアオリヒロほか各社の提供でお送りしました。コント作家の夏のカモです。 TBS ラジオ公演夏のカモコレクション2020を開催します。11月28日土曜日、第1部は午後3時、第2部は午後7時開演です。会場は新宿ハイジア V1。 落語家から作家への転身、夏のカモによる一人芝居ありコントありのベストセレクション公演です。チケット好評発売中、詳しくは TBS ラジオイベントページまで。着物を脱いだ渡り鳥がいよいよ飛び立ちます。ここで TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染井明子さん、お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。関東は所々で雨が降っています。外は冷たい北風も吹いていて、昨日の同じ時間と比べても気温は2度ほど低くなっています。まだ10度に届いていないところがほとんどです。今降っている雨は昼頃まで関東の所々で残りそうです。今は一旦止んでいるという方も、必ず傘を持って今日はお出かけください。そして最高気温は昨日と同じくらいで12度前後となりそうです。12月初め頃の寒さとなるので、今日は冬のコートを選ぶのがおすすめです。今日は雨が止んだとしても午後曇り空のままですが、明日になると天気が回復します。明日は日中晴れて、最高気温も17度から18度くらいとなりそうです。なので洗濯物は、急ぎでないものは明日の方がよく乾くかもしれません。以上です。ありがとうございました。気象予報士の染井明子さんでした。菊島博史です。今週の最新感染薬と提供健康広場、物忘れ対策で認知症予防、真田クリニック院長先生、真田昭一先生にお話をお伺いします。朝晩コップ一杯の水を飲む、1日1回の大洗い、物忘れ対策しましょうね。詳しくは朝5時20分頃からの健康広場でお楽しみください。時刻は9時18分です。ここでチューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村真奈美さん、お願いします。はい。神奈川の圏央道内回りは、圏央厚木インター付近で乗用車3台の事故です。追い越し車線が通れず6キロ、相模原相川インターから1時間です。横浜新道の上りは新保土ヶ谷で車2台の事故です。2車線が通れず8キロ、戸塚から1時間15分。影響で国道1号の上りも戸塚区上阿部で8キロ半、白旗陸橋付近からつながっています。中央道の上りは首都高速4号線の幡ヶ谷を先頭に17キロ、稲城から1時間15分です。首都高速は横羽線の上り、大師ジャンクション付近で車4台の事故の一報です。右車線が通れず5キロ半、浅田から40分です。一般道も混んでいます。
都内は新青梅街道の上りが丸山陸橋で5キロ、石神井消防署前から1時間30分。世田谷通りの上りは三本杉陸橋で4キロ半、東泉2丁目から1時間15分です。警視庁から以上です。警視庁の中村まなみさんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後9時52分頃にお伝えします。ハローチューリッヒ。自動車保険、見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-455-572-455-572 まで。最近歩くことに不安がある皆さん、長時間歩くのが億劫、歩幅も小さくなったかも、足が上がりにくい感じ、年齢とともに人は足から衰えるとよく言われます。おすすめは最瞬間製薬所の歩みのゼリー、根の力。年齢とともに低下する足の筋力に作用することで、中高年の方の歩く力を維持することが報告されている成分、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。特保ではなく機能性表示食品です。長白人エキスや必須アミノ酸といったサポート成分がぎゅっと一本に詰まったスティックタイプの食べやすいゼリー、歩みのゼリー。まずは無料の3本セットを試してみませんか。お問い合わせは 0120-777-444 777-444 最瞬間製薬所まで。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。今日は建材エクステリアの日、工場の味方、モノタロウに検索。カードローンの利用や借金をしたことがある方へ、払いすぎた利息があればあなたにお金が戻る可能性があります。返済中でも返済済みでも無料で過払い金を調査。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所にお電話を。 0120-316-742 債務なしに。ドライバーの皆さん、エコドライブしていますか？ふんわりアクセルやアイドリングストップなどを心がけると燃費の向上はもちろん、二酸化炭素などの排出ガスを減らすことができます。みんなで守ろう青い空。キュート剣士青空ネットワークはエコドライブを推進しています。大倉屋住宅のおー、大倉屋はたくさんの女性スタッフが活躍、女性ならではの視点でマンション売却をサポートします。創業1982年、累計契約10万件を突破。おー、相談しやすい、驚きのマンション仲介。大倉屋住宅。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとあれと、あれなレコード、あれコード。時刻は9時23分にそろそろなります、アレコードのコーナーです、本日のアレコードコレクターは戦前レコード研究家で戦前アーカイブプロデューサー、堀徹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、堀さんは戦前戦後の特に SP レコードを中心に、まあ、集めているコレクターということなんですけども、はい、でさらにその集めたものの中からいろいろ復刻をしたりとかいろんなことを手掛けてるんですが、はい、お知らせです。堀さんが企画プロデュースした新しい CD、 今日発売になります。雨の中に歌う二村定一と、ジャズ小歌という、うん、二村定一はこのコーナーで堀さん来るともうちょっと定番になってきました、ね、定番ですからね。今年6月24日に出していただいた時にですね、はいはいはい、伊集院さんが二村の曲2曲かけていただいてですね、はい、もうすごい反応がね盛り上がったんで、女女が欲しいって歌いらっしゃるんだ。女が欲しい、女って言ってだけの歌なんだ。それで、はい、ふっとね、思ったら、6月ってね、二村定一の誕生日が6月13日で、ほう、今年120年なんですよ、生誕。はい、はい、はい。で、盛り上がったし、それたまたまね、ビクターのね、担当の方からね、何かやりませんかって言われてたんで、ふっと思って、やりましょうよって。ほう、それがこう、おお、実を結んだっていう形だ。
へえ。120年年内に間に合ったというですね。すごいすごい。ディスク2枚組っていうことですけど、はい、うちの番組は割とやっぱあれっていうテーマだから、うん、割とその女が欲しいとか、うん、あと100万円だけだらしないやつ、100万円拾ったら女学校を建てたいなみたいな、あんなばっかオンエアしてますけど、せっかくこれ出たんで、タイトル曲、タイトルになってる雨の中に歌うをちょっと聞いてみましょうかね。これは、あれっていうよりも、この時代に、こういう歌も演奏もレベル高いっていうちょっとイメージですね。まず演奏のレベルが高いってのと、はいはい、雨の中に歌う、これ、Singing in the Rain ですね。はいはいはい、でこれは戦後の MGM 映画の雨の中に歌うっていう映画でご存知の方も多いと思うんですけども、うんうん、実はこれはもうこの当時に、クリフ・エドワードっていう、まあ、役者さんが歌って、その MGM の初期の頃、音がついた頃ですね、うん、映画に音がついた頃のテーマソングみたいにして大ヒットした曲なんですよね。へー。だからそれが日本にすぐ輸入されて、日本でも昭和初期に実はヒットしてたんですよね。で、戦争挟んで忘れ去られて、うん、MGM がで、あ、これはすごいみたいなね。今我々のイメージってのは、ジーン・ケリーのその映画ですよね。そうですね。そうですね。うん、でもなんかね、いいのは、その、まあ、宣言がいいんだらいいなんですけど、うん、はい。雨だれ感とか、はい、で、その雨だれが楽しく聞こえる感みたいの、優れてるんですよ、めちゃめちゃ。で、ちょっと聞きましょうかね。はい、二村定一の雨の中に歌う。どしはてらねど私の心はほがらかに押し寄せる黒雲をよそに見つつ歌うと悩みもなく僕らが知ってるそのまあ英語のバージョンってね、もうちょっとしっとりしてるっていうか、素敵感があるんだけど、うん、楽しいですよね、これね。そうですね。いや、これを昭和5年にもう出してるんだ。これはね、本当日本で初期、この頃にヒットしてて、各社でね、このレコードって出てるんですよ。うん、各バージョンが何ていうかあるんで、はいはい、やっぱり、ヒットしてたんだなと思いますね。さあ、じゃあ、まあ、こちらのですね、雨の中に歌う二村定一、ジャズ小歌、ぜひチェックしてください。CD ショップですとか、インターネットで購入することができます。さあ、じゃあ今度はアレな方行こうと思うんですが、一曲目の歌手名とタイトルをお願いします。はい。二村定一さんの雨の中に歌う、じゃん、あ、ごめんなさい。今二村定一さんと、榎本健一さんで、モンパパです。はいモンパパ、昭和7年、昭和7年3月発売ということです。これも入ってるんですよ、ね。これも、この CD に入っております。入ってますよね。この CD の中であれ的なものを引っ張ってきました。すごい。二村定一さんと江野健っていうのはデュエットしてるんですか、これ。あの、二枚看板のコンビだった時代があるんですよ、ね。はぁ。これは、なんていうんですかね、うだつの上がらないパパと、なんか、その、強いママみたいな話ですよね。なんていうのか、シチュエーション的には、まあ簡単なものなんですけども、うんうん、で、大ヒットしたあのバージョンが、日本で、宝塚の役所をしていた白井哲三さんって方が作ったものが一番流布されてるんですけども、うんうん、これは、かなり乱暴な感じがするというね。わかります。聞きどころは、まあ、要は、まあ、とっかく男が強いって言われてる時代が逆で、奥さんのがめちゃめちゃ強くて怖いっていう設定の、まあ、ある意味面白い歌なんですけど、うん、バイオレンスが過ぎるぞっていう、そう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 歌詞をよく聞いてると。そうそうそうこれどういう状況なのか歌詞を見て頭で想像してみてほしいという。はい。はい。さあ、二村定一、榎本健一で、モンパパ。うちのパパとうちのママと並んだ時大きくて立派なワンママうちのパパとうちのママと喧嘩して大きな声で怒鳴るわいつもママ嫌な声で謝るのはいつもパパうちのパパ毎晩遅い
うちのママシステリー暴れて怒鳴るはいつもママハゲ頭下げるはいつもパパでたらめ言うそれはパパ胸ぐらを取るそれはママパパの体は揺れる揺れるくるくると回されるパパとうちのママと並んだ時大きくて立派なママうちのパパとうちのママと喧嘩して大きな声で怒鳴るわいつもママ小さな声で謝るのはいつもパパうちのパパ興奮が出るうちのママ角が出る後から笑うのはいつもママメソメソ泣くのはいつもパパあのんきな体重それはパパ皮脂の親玉それはママパパの嬉しそうな時はニコニコとエビシュガーさモンパパねコント風なんですけど僕が好きな歌詞は、ええ、胸ぐらを取るママ、ね、ママ、ね、胸ぐら掴んじゃってるから、ええ、その後パパの体揺れる揺れるのとこが好きでオラ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 ってなるところがすげえなと思ってゆらゆらゆら体格差ある上にそれが僕のもバイオレンスが過ぎるっていうところなんですけどもその後くるくる回されるんですこのくるくるがねどういうくるくるかってのはやっぱりね皆さんの想像を、ね、漫画っぽいですよね。すごい漫画っぽい想像ができてよくて、うんうん、これ二村定一とその江ノ健江ノ本健一が組むっていうのは、うん、なんていうんだ当時はどんな感じなんですかね。当時の若手お笑いトップスターが組むという形ですかね。はあ、うん。それはもう歌でも、うん、歌でもすごく有名だったというね。うんうん、あの二村定一が、うん、このちょこまか動く最近。売り出してる榎本健一と組むぞみたいな感じじゃないですかね。で、そうするとなんかワンコーからツーコーにかけてね、ワンコーラス目と、ツーコーラス目で、なんかちょっと芸の見せ合いみたいになってくるじゃないですか。ちょっとこう、演技入れてきたりとか、そうですね。その面白いリズム入れてきたりとかは、ちょっとその辺お互い見せたいんですかね、やっぱね。お互いのちょっとキャラクターがね、これよく聞くとね、二村定一はなんかちょっとのべっとした感じがなんか、どういうキャラクターかなんかわからないですけどね。なんか、こう見て思うとこありますよね。で、はい、江ノ健はやっぱりこうね、なんか、こう、どうしようかという、まだ、今、皆さんが知ってる戦後のイメージと違う、初期のバージョンみたいなね。なるほど。うん、江ノ健になりつつあるところ、みたいな。形成過程ですね。さあ、続いて、今日2曲目です。2曲目のアレコード、歌手名とタイトルをお願いします。はい。柳谷金五郎さんと榎本美沙絵さんで、おっぺけぺのぺです。もうこれがですね、昭和28年ですね。あ、新しい。ずっと。昭和5年、7年やってきてるから、もうほぼ新曲ですよね。2桁ですね。ね昭和28年だとね。これっていわゆるおっぺけぺー節とはちょっと違いますよね。おっぺけぺー節とね、全く関係ないですよ、ね。なんか言葉の響きだけで、楽しくておっぺけぺーを使って。てるっていう感じ。そういう感じですね。とにかく、なんでしょうね。聞くと楽しい感じですよね。これね、この頃って朝鮮戦争が終わっ、の最中から日本の経済ってお金がぐるぐる回るようになるんですよ。はい、はい。そうするとやっぱ建物建てたりすると、建築屋さんとか儲かったりするじゃないですか。はい。で必然的にお座敷とかが流行ったりするわけですよ。はい、はい。そういうところで聞くような、とか歌ったりするような歌のレコードって莫大に作られたんですよね。それの一つなので、蘇生乱造のうちの一つみたいな、ね。僕はなんか、その、
柳家金五郎っていう人のおかしみみたいのがすごい出てて、うん、なんとの演じながら歌いながら喋、はい、りながら歌うっていう感じ、うん、で、あとおっぺけぺっていうのがなんとかね流行語っぽいとか流行語狙いっぽい感じっていうのがとても良くて、うん、柳家金五郎榎本美沙絵でおっぺけぺのぺ、うん、白い襟足三日月眉毛とおちょぼ口してねえあなたこいつたまらんちょいとしびれたね久しぶりだよこの気持ちあらおっぺけぺのぺおやおっぺけぺのぺいるものかこれさ湯上がりちょいとしびれたねチョコじゃ足りない茶碗酒あらおっぺけぺのぺおやおっぺけぺのぺりゃ極楽じゃこれさ熱燗ちょいとしびれたね向かい酒だよもう一杯あらおっぺけぺのぺおやおっぺけぺのぺなんと本当に独特で例えばこれが今カラオケダムに入ってるとするじゃないですか。はい。で、採点モードで歌っても、ええ、絶対いい点取りようがないっていう感じの。無理ですね。無理。同じように歌うのは、音符の問題じゃないもんね。もうその、金五郎さんのなんか、もう、ものですよね、これ。滲み出るものですね。あんまり歌のレコードは出てないんですか、金五郎さんに。そんなに出てないですね。うん、少ないんですよ。なんかね、落語の登場人物が酔っ払いながら歌ってるみたいな、なんか多分そういう調子なんだと思うんですけど、うんうんうん、なんかその、おっぺけぺんのぺって言いたくなるもんね。ね、楽しいですね。さっきは時間が許す限り行ってみようと思うんですが、はい、今日3曲目のアレコード歌手名と曲名をお願いします。3曲目、はい。ビクター少年民謡会。安倍幸恵、広瀬一生、ビクターワンワンコーラスの吹雪のサンタクロースです。そろそろほら、あのクリスマスも近づいてはきますから。そうですね。竹内まりやの前ぐらいにこれかけとこうと思って。あ、そうですか。そういう順番。この後竹内まりやが来ますから、浮かれてきますから、はいはいはい、その前にちょっとクリスマスをギュッとしとこうと思って、閉めといてやろうと思って。これ昭和34年の11月なんですけど、はい、これ堀さん聞きどころとかポイントどこになりますかね。これはね、レコード屋さんで発見した時にね、はいはい、吹雪のサンタクロースで、うん、少年民謡会でしょ、はいはいはい、一体どういうものなのかと。もうワクワク止まらないでしょ。絶対神曲だなと思いましたね。ああ、これは神曲レコード来たぞと思いましたね。クリスマスソングがこれからかかるんですよ。
それはちゃんと心しておいてください。はいはい、クリスマスソングがかかるんだっていうことと、はいうん、その歌い出しのクリスマス感のなさね。そうそうそう。あ、もうのっけから？あ、のっけから。あと、クリスマスソングなのに、はい、悲しい。ちょっとね。な、もう悲しいですね。よく聞いてほしいです。一旦ギュッとうちは閉めますから。12月入ったら浮かれ立ちますけども、一旦閉めとこうということで、はい、ですね、ビクター少年民謡会、岡部幸恵、広瀬一生、ビクターワンワンコーラスで、吹雪のサンタクロース。くれて雪が舞い込む路端の話爺様がね東京じゃなサンタクロースがトナカイそりで来るそうな夜窓をたたくラジオ聞き姉さんに聞いた本当かね田舎じゃなサンタクロースが雪が深くて来ないかな縄なう雪あかり藁の雪靴そろえておいた楽しいねおひげのなサンタクロースがニコニコ笑顔できっと来る吹雪はよやめですかね、この情緒の揺れ揺さぶられますね揺さぶられますよね、もうなんかねすごいそのおじいさんが東京っていうのはサンタクロースが来るらしいねなんつって言ってんだよね、うん、で最終的に藁の雪靴を揃えてクリスマスブーツじゃないですよ藁の雪靴を揃えて置いて明日はそのサンタさんとやらのお土産が入ってるかなーなんつってで吹雪はよやめクリスマスですが外すげえ吹雪ですからね。ねビュービューね。これはもうあの
渋谷とかでもかけましょう。渋谷で？渋谷とかでもクリスマスでみんな浮かれてる時、ね、一旦かけましょう。これ今から緊急シングルリリースしたいですよね。そうです。今、間に合いますから。間に合いますから。その後、いくら竹内まりやを聞いてもいいです。それから、もうその、松任谷由実も聞いていいですけども、聞いていいんですけども、はい、一旦これでリセットしてから、一回。そうじゃないと浮かれちゃいます。まして今こういうご時世に浮かれちゃいますから、ね、一旦これでギュッとしとかないと。これステイホームですね。うん、ステイホームなんですよ。これね、俺すごいなと思ったのが、時は流れて、まさについこの間発売したクロマニオンズの新曲。クロマニオンズの新曲の一、ワンフレーズが、うん、ボードチャイル、ボーチャイルっていう歌なんですけどね。はい。これの一節が、サンタクロースの名簿に載ってない子供がいるっていう歌詞なんです。それがすごいパンチの効いてる歌詞なんだけど、同テーマっていうか、ある意味。ある意味同テーマ。そうですね。そうなんですよ。だから、なんかこの歌のかっこよさとか、凄さとか、うん、クリスマスソング買ってきたぞ、つってかけた時の。もう、衝撃の。でも正直、昭和34年ってもうクリスマス相当楽しくなってる頃ですよね。いや、そうですね。それでも、出ましたね、ビクター、これ。出しましたね。いやー、これね、うん、で、少年、ビクター少年民謡会って、まあ、名前の通り、子供が民謡を歌うレコードってのはいくつか作ってて、その一番走りなんですけども、たまにね、こういう企画ものがポロッと入ってるんですよ。いわゆる歌謡曲ピア、あの、企画ものみたいな。なるほど。いや、これは神曲ですね。神曲です。さあ今日はここまでですかね。今日もすごかったなっ。なんかね、堀さんが来る回のアレコードはまたちょっとその堀さんの持ってるコレクションの中でもあれよりのものを随分もらってるんですけど、うん、でもやっぱりちょっと考えさせられることがあったりとか、うん、なんていうの、文化的なことが頭浮かんだりとか、うん、ちょっと面白いですね。ぜひあの、はい、堀さんのお力で吹雪のサンタクロースの方も今年は間に合わないかもしれませんけども、うん、何かで出せるといいです。私ね、ビクター少年民謡会ってある人に、はい、これいいから聞いてみなっておすすめされたんで、はいはいはい、それから研究してですね、はい、なんとかね考えたいと思います。なるほど。少年民謡会をギュッとしたようなもしかしたらアルバムが出ればっていう。そうそうそう。で、今のところは最新アルバムは二村定一とジャズ小唄雨の中に歌う。これも本当にあれなものからこの頃からモダンなもの歌ってるなっていうのまでぎっしり入ってますんで、うん、ぜひこちらの方も手に取ってみてください。よろしくお願いいたします。はい、ということで堀さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ伊集院光とラジオと。ケーズ電機。マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ。後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしとるな。お得なことには目ざといマルコであった。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、ほか各社の提供でお送りしました。この年になると保険料が心配で。それなら満80歳までお申し込みいただける財布に優しい医療保険はいかがですか。お手頃な保険料で日帰り入院から長引く入院まで保証する医療保険です。入院1日あたり最高1万円の保証が入院初日から最長60日まで、通算1095日を限度に給付金を受け取れます。入院中に手術を受けた場合は最大20万円の給付金も。また月々114円で先進医療に備える特約を追加できます。お手頃な保険料でここまで安心、財布に優しい医療保険。お申し込みは昭和15年にお生まれの満80歳までとなっています。お問い合わせは 0120-676-626 0120-676-626 FWD 富士生命まで。
あのフィリップスから補聴器が登場。小さいのに高性能、しかもおしゃれ。思わずつけてみたくなる補聴器です。聞こえに寄り添うフィリップス補聴器。ただいまヒアリングストアメガネスーパーで2週間無料お試しフェア実施中。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。石井正則と北里氏がお送りする自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。健康にいい、手軽で経済的、また自転車に乗りませんか？子供の頃は皆さんサイクリストでしたよね。僕たちが補助輪となり自転車の魅力を分かりやすく発信。日曜夜6時30分から。ご存知ですか？筋肉のおよそ 70% は下半身についていると言われています。遠くまで歩くのが億劫、歩いていて人に抜かれることが多い気がするという方、これからは歩く力を維持していくことが大切です。おすすめは再瞬間製薬所の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく機能性表示食品です。これからもしっかり歩きたいというあなたのための食べやすいゼリーです。歩みのゼリー根の力、まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは 0120-777-444 777-444 最瞬間製薬所まで。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。時刻は9時51分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の中村真奈美さん、お願いします。はい、東名高速の下りは横浜町田インター付近で事故の一報です。1キロで通過には10分。集中工事のため上りは綾瀬バス停で5キロ、その先東京インターでは5キロ、圏央道の内回りは海老名ジャンクションで10キロ、相模原相川インターから20分です。一般道へ迂回した車の影響で国道129号は平塚方向の上りが厚木の金田で5キロです。横浜新道の上りは新保土ヶ谷の事故の処理は終わりました。8キロで戸塚から40分。こちらも一般道に影響が出て、国道1号の上りは戸塚区矢部で8キロ、白旗陸橋からつながっています。中央道の上りは首都高速4号線の永福を先頭に17キロ、府中バス停から1時間です。首都高速は横羽線の上り、大師ジャンクションの事故の処理は終わり8キロ、生麦ジャンクションから50分です。一般道湾岸道路の東行きは品川区八潮で事故のため1キロ、東海1丁目から25分です。以上です。警視庁の中村真奈美さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時25分頃にお伝えします。現代版おむすびコロリン。日本では今日も一人につきおむすび1個分。合わせて1億個分以上の食べ物がコロリンと捨てられていましたとさ。食品ロスを一人一人が考えよう。AC ジャパン。キャッシングカードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。実は銀行系列のカードローンやデパート系列のカードローンでも過払い金が発生しています。あなたに過払い金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。0120-10-10-10。借入金額が少なくても、借入期間が短くても構いません。かなり前の借り入れでも、書類やカードがなくても構いません。心配事があっても、間違っていても、0120-10-10-10。ねえ、パパ、
昔の家電製品を最新のものに買い替えると省エネになるんだって。ああ、省エネ性能が上がってるから少しずつ買い替えてみるか。ついでに私のバッグの買い替えもね。省エネに関係なし。電気は上手に使いましょう。関東電気ファン協会。 TBS ラジオ一中に光るとラジオと、この後10時からお笑いタレントの松尾伴内さんをスタジオにお迎えします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマはささやかな楽しみ。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗をふんだんに使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、北海道産牛乳を使用したくず練りミルクと、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の不二家デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあ、おはがきです。ね、はい、埼玉県のラジオネームピンクサブマリンさん、男性の方ですね。はい、僕はね、こういう字が書ける人になりたいですね。素敵な字ですね。程よく力強くて読みやすくて、うん、めちゃめちゃ綺麗な字なんだけど、いわゆる読みやすいってことをメインに書いてる、ね、私のささやかな楽しみは、はい、紙飛行機作りです。紙飛行機滞空時間のギネス記録を持つ戸田拓夫さんの本を図書館で借りて、はい、A4 のコピー用紙でせっせと作ります。近所の公園やグラウンドで飛ばしていると、たまに小学生男子にすっげーよく飛ぶとか言われます。先日も犬と子供を連れたお母さんに、ご自分で作られたのですかと尋ねられたので、はい、いえ、本を見て作っただけですと言って飛ばしていた紙飛行機をプレゼントすると、うん、お礼にペットボトルの紅茶を一本くれました。なんとなくわらしべ長者の気分になりました。こんな素敵な文章ある？これもそのさ、このささやかな幸せこそがおそらく世の中に存在するマックスの幸せなんだと思うんだよね、おそらく、うん、で、そのこういう優雅なことってなかなかねえ、ねえ、できないよね。本当に素敵。お金はそんなにかかってないんだ、図書館行って見て作って、だからコピー用紙代ぐらいだと思うんだ、うん、そうですね。で、こんなすごいものを教えてあげて、でまたこのさ、お母さんもさ、ペットボトルの紅茶、なんかあのホットな気がするね、あの紅茶、そうそう、ね、オレンジのキャップの勝手にねな感じがするよね。いや、なんかちょっといいもんを。あとこの飛行機の作り方知りてえな。戸田拓夫さんとおっしゃるんだ、ちょっと調べて飛ばして怒られてみようかな。この辺で飛ばすとまた怒るだろう、すぐ TBS の人は。何やってるんだっつって。またよからぬことをやってるな、なんつって警備の人とかが。ね、今回はつって、ね、今まではよからなかったのかっていう。ね、じゃあもう一枚ハガキ行きましょう。ラジオネーム、ペンネーム、ウイスキーボンボン。ラジオネーム、ウイスキーボンボンさんなんです。はい、ありがとうございます。この一文字が、今度ね、こっち女性の方なんですけども、はい、可愛らしくも綺麗な字です。うん、近所のホームセンターの2階の食品売り場で日々の買い物をした後、1階の、文房具売り場、文具売り場に行って、はい、ボールペンを物色するのが私のささやかな楽しみです。で、これボールペンで書いてくださってるんですけど、この綺麗な字は、はい、思いがけず手に馴染む気持ちいい書き心地だったりすると嬉しくて小躍りします。ちなみに今日のボールペンは、よくない、はい、今日のボールペンって言葉が、もうさ、字を書かなくなってるからさ。使い分けてらっしゃるんですね。ね。
ちなみに今日のボールペンは、はい、ユニボール 1.038 税抜き98円、安かろう悪かろうと思ったらとんでもない、うん、書くのが楽しくなる気持ちいいボールペン、大当たりをつかみました。でもさ、この字が書けんならさ、なんかそのボールペン買ってみたくなるもんね、こんだけ、素敵で、ちょっと文章も楽しそうで、なんかこのおはがき2枚はちょっと人生の達人の匂いがめちゃめちゃする。みんなの願いを乗せて今年もクリスマスがやってきます。大切な人のことを思う大切な日、山崎のクリスマスケーキ、ご予約お待ちしております。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。高橋秀樹です。大切な遺言書のことなら朝日信託のしっかり遺言 .com、 しっかり遺言が。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと松尾伴内とおはようございます。本日はまだまだ若手芸人でございます。粗相があるかもしれません、一つよろしくお願いいたします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。わっしょいアシスタント安田美香です。松尾伴内さんってもう芸歴何年なんだろう、ね、それこそたけし軍団の本当の本当の初期メンバーで、はい、その後さんまさんにもついてるか、ハイブリッドで、でなんつうの、いつ会っても変わんない、若手の頃からあの顔してんだよね。あ、もうそのまま、下手すれば縄文時代の絵とかにも出てくると思う、あのまま。で、あ、宇宙とかでも多分出てくる、もうなんかどこにいてもいい感じの人です。で、ずーっと腰が低くていつも優しくて、久しぶりに会ってもなんか昨日会った感じのする人です。松尾伴内さん、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。金福、こだわりと思い、素材、熟成の技、日本の明太子、金福の明太子、贈り物に金福。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、松尾伴内さんは1963年生まれ、長崎県出身の現在57歳。高校卒業後、ビートたけしさんに弟子入り、俺たちひょうきん族などに出演するようになり、1983年に結成されたたけし軍団の一員として、熱湯風呂などのバラエティーコーナーで活躍しました。また長年にわたって、明石家さんまさんの番組や小堺一機さんの舞台に出演。そして人気番組、海運何でも鑑定団では、25年以上出張鑑定コーナーの進行役を務め、全国各地を訪れてきたお笑いタレントの松尾伴内さんが本日のゲストです。ということで、スタジオに岩が運び込まれました。ゴツゴツ岩が。ゴツゴツ岩が。聞いたらもう来年早々に芸歴40年らしいんですけど、はい、まずやっぱ若手、まだまだ若手なんですね。いつまでやるつもり。いやいや、全然若手ですよ。いつか中堅に行きたいんですけどね。まだ中堅になってないんだよ。いやいやいや。まだですよね。そうそう、まだちょっとなんですけどね。いや、だから、なんか、ま、この間鑑定団出してもらった時に、本当はものすごい久しぶりお会いしたんですよね。そうです。なんだけど、なんか昨日の続きみたいな感じの空気を持ってて、不思議な。
いつも、こう、挙動不審なんですけど、はい、それが一定だから。一定に挙動不審なんです。そんなにこう、起伏っていうかなんか、波がないでしょ、僕。そう。いつも挙動不審、同じトーンで。なんかね。挙動不審になるんですよね。だ地球最後の日とかもあの感じだと思うんですよ。あれぐらいまで慌てたりとか、うわーっと言われても、あーじーっと待って、うん、どうもありがとうございました。うん、ね。なかったですね、とか言う感じだと。しっぽりと。はい、しっくりと。そんな松尾さんのこう歴史にちょっと迫ってくる。ありがとうございます、ありがとうございます。ね、まずプロフィール見てびっくりしたのが、ええ、長崎出身なんです。そうです。長崎感ゼロですよ。九州男子じゃないですか、めちゃめちゃ。九州男子感すごい。めちゃめちゃ男らしい九州男子。ただね、どの絵はがきにいてもおかしくない感じがします。どの県にいても。あ、長崎なんですか。そうです、そうです。長崎に大村っていう、はい、あの空港のすぐもう、とこなんですけどね。はい、そこで生まれて。でその長崎の少年は、はい、いつ頃からお笑いになりたいとかなってくるんですか。長崎の少年は、はいはい、5、6歳で、はい、親父の関係で東京に来るんですよ。あ、一気に東京来るんだ。はいはい、はいはいはい、でずーっと子供の時代を東京で過ごすんですけど、テレビが大好きで、はいはい、テレビばっかり見てたんですよ、はい、それこそドリフさんとか、はい、もうお笑いの番組からずーっと見てたんですけど、うん、でテレビが好きになっていつかなんかこうテレビの中のそういうなんかこう、音声さんとかね、技術さんとか、だからそういうテレビの関係のお仕事したいなっていうのが芽生えてきて。まずは。はい。はい。はい。で、高校の時に漫才ブームが来たんです。で、今までの漫才とちょっと違って、めちゃめちゃ面白いなっていうのがあって、漫才師の方々の弟子にしたいなと思う。漫才ブームって何が違ったんです？なんか昔の漫才って、うん、それこそ、今でいう和牛みたいな格好してる背広。まあね。お揃いの背広にネクタイで見て、そういう人もいたけど、でも、うん、だんだん、ザ漫才、漫才ブームがそうじゃなくなって。そうもう。だから、僕らで言うとまだ若かったんですけど、はい、まるっきり、なんか違う演芸っていうか、はい、なんか違うものが始まったっていう感覚なんです。はいはい、そう、それまで、てんやわんや師匠とか、子供の頃見てるから、はいはい、全く違うもんが現れて、はい、中でもやっぱり、たけしさんですか？はい、もう僕の中でやっぱ2ビートさんっていうか2ビートが、はい、はい、面白いなと思って、はい。だからその時だってそこまで、それまでに、出てきて、ね、お客さんの前で笑えるか、うん、そことかっていうお客さんの顔さして、うん、はい、はい、はい。お前の顔割れるか、その顔とかっていうのが、はい、そこに突っ込んでるのがすごい怖しくて。ちょっと異質だったんですよね。うん、ちょっとね、今まで見たことなかったんですよ。本当に異質で、はい。それこそ、毒舌っちゃそれまでなんだけど、ね。はいはいはい。そういうパターンっていうか見たことなかったんで。はい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 。で、なんかね、もちろん、このそういう CM とかの、うん、なんかそんなわけねえだろっていう突っ込んでたりとか。それがなんか、おかしくてね、その裏側っていうか、裏側を思いっきり言うっていうのが。なんか東京のお笑い好きっていうか若者はみんなちょっと、たけしさんになってくんですよね。特に覚えてるのは、締め殺してやろうと思いましたっていうフレーズ。このブラックな、ね、で、そんなこと言う人いないじゃないですか。思わず締め殺してやろうと思いましたって必ず言ったじゃないですか。みんながこの口調になってく感じの人でしたね。だからやっぱ流行りまして、バカ野郎この野郎っていうのはなんか流行りましたもんね。バカ野郎っていうんだって言わないですよ、うん、なかなかね、うんうん。そうなんですよ。でもすごいのはそこから行動に移すじゃないですか。うん、何歳の時ですか、弟子入り。18歳、高校3年生。うわ、の1月で、もう、卒業前の最後の期末テストがあって、1月に。で、期末テストが3日間ぐらいだったかな ?3 日間終わって、もうあとは卒業式まで学校行かなくていいんですよ。で、その間がないんで、学校が。だからもう3日目の、期末テストが終わった夜に、ちょうど木曜日だったんで、ラジオ、深夜の。そう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 。オールナイト日本だ。ビートたけしのオールナイトニッポンですよ。はい、はい。誰、はい、の、ラジオ局行って。はい。そんで1時から、3時まで生でしょ。はい。で、終わるの待って。出待ち。出待ち。うん。だそれまで分かんなくて。うん、うん。で、その放送局も分かんなくて。で、また、想像してるのと日本放送の入り口で通り違いましたよ、ね。割と普通のビルの入り口で。そうそう、まあね。ね、なんですよね。うん、そう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 。で、行ったことなくて、マジ。はい。だからまあ探して本当に駅員さんとかね、いろんな方々に聞いて、そのラジオ局行って、それがね、10時過ぎだったのかな。はい、で、待ってたら、はい、で、なんかこう、警備員さんがいて、はい、あ、たけしさんはこれからですかねって言ったら、あ、もう入っちゃったよ、たけちゃん。はい。って言われて、はい、あ、じゃあ出てくるのは終わりまで待たないといけないって言って、はい、で、待ってたんです、ずっと。
一人で。はい。もう一人ですけどね。まあまあそうですね。いやでもね、はい、その時ね、人がいっぱいいたの、あの時って。なんか、要、あの出待ちっていう、うん、オールナイトニッポンの出待ちって独特ですごい人数いましたよね。うん、いました、いました。で、始まる前もすごかった。やっぱ入る時に。入り待ち出待ち。うん、たけしゃーんとかっていう人たちが多かったから、はい、入るまでにすごい人がいて、で、最初は多かったんですよ。うん、10時くらいって。それがだんだんこう、11時、12時っていうと、深夜になってくると、人がバンバン帰ってくる。まあ、終電もあるし、はいはい、いなくなってって。うん、で、どんどん帰ってきて、もう1時くらいになったらね、僕一人になったんですよ。うんうん、深夜、うん、寒い中1月28日だったかな。あれは寒いなぁ。寒いわ、そら。で、一人でずっと待ってて、で、1時に始まって、そんで3時、もうすぐ3時だと思って、で、3時に終わって、出てきたところを突撃したんです。うわぁ。え、どんな気持ちなんですか、その、もう松尾少年は。いや、たけし、たけし、目の前がたけし、首をカクカクしながら、うわ、皆さん出てきたって。怖かったですよ、やっぱ。怖いんだ。はい。だから、そうやろう。とも、心に決めて行ったんですけど、はい、実際その現場に行って、いよいよたけしさんが出てきたっていうのだと、はい、うわ、出てきた！でも行かないとっていう、ここまで来たんだからっていうので、もう足もガクガクしたんですけど、歩いて歩いて歩いて、下向きながら、もう、目見れないから、下向いて下向いて歩きながら、弟子に行ってくださいって言って、顔上げたら、うん、東国原さんだったんです、目の前で。あれと思って。早いね。弟子入り師が多分、東さんの弟子入り師が第一号だ、ね。第一号だ。言葉的には。だって東さんが付き人なのに。目の前に、いや、ほんと目の前に東さんだったんですよ。緊張しすぎてだ。で、多分ね、後々聞いたら、たけしさんが、歩いてた時に、変な奴が来たって言って、あ、ガードに入った。そう！ああ、ちょっと変な奴来たと思って、たけし、東さんを前にやったんですって、たけしさんが。だって明らかにおかしいですもんね、地面見て。まあ、この顔で、ね、こうやっていったらずっと。してるわけだから。だから、俺危ないと思って東を前に出したんだって言ったら僕が顔上げたら東さんだったんで、あ、違いますって言って。でもそれはドタバタあって、たけしさんはそういう時って、どう、たけしさんってよくわかんないのが、変に急に飲みに行く席連れてっちゃうこともあれば、当然そんな人って宝くじみたいなもんだから、そうじゃない人もいるでしょうけど、松尾さんの場合はどうだ、それの返事っていうか、だから、うんだと思うんですけどね、だから、で、東さんじゃないですって言って、たけしさんに会って、で、ちゃんと弟子にしてくださいって言ったら、ずーっと困ってくれて、うん、今、東がいるからな。おう、おう。あ、でも、お願いします。我々やりたいんです。って言って、はい、うん。どうしようかな、とか言って。で、ずーっと悩んでくれるんです。ずーっとそこに立って。で、お願いします。ってずーっと言ったら、じゃあちょっとこれから飲みに行くからよ。そのパターンなんだ。そう。飲みに行くから、ちょっとお前来いよ。って言って。うわー。で、じゃあ東、こいつ、タクシー乗せてやれ。って言って。はい。で、たけしさんは自分の車で行って。はい。僕は東さんとタクシー乗って。はい。はい、ほんで、その居酒屋さんまで行ったんです。うわー。なんか、何なんでしょうね、その差。当然、たけしさんって忙しくて、それどこじゃない人だって当然いっぱいあるわけじゃないですか。うんうん、で、立ち止まって悩む日。で、さらには、じゃあ、飲みに行こうかっていう日って、何なんでしょうね、うん、そうだな。だから、いわゆるたけしさんが言うには、本当それも、運もあるし、はい、その時はもちろんね、ごめんねっていう時もあるし。そりゃそうですよね。だから、きっと、松尾さんがそうだったから、次の日俺もつたってダメなんですよ、恐らくね。はぁ。だそっからちょっと流行ったんですよ。僕が入れていただいて、まあね。で、どんどんあそこがオーディション会場になってた。ほんで、たけしさんが、昨日先週変な奴がいてよって言っていろいろこう言うんで、ラジオで。はいはい、そうするとなんかみんなが出尻した人が、そこに来るようになったんですよ。はい、うわだからまあもちろん運が良かったんですけどね、ほんとありがたいことに。で、今度入るとどうなってくるんですか？弟子入りが成功して、たけしさんついて回るわけですよね。そうそうそう。だからちょうどその時に、現場に行って、お茶組ってやつ。はい、もう、わかんないの、そんなお茶も飲まないし、若いで、若いから。高校生だからね、そんなお茶バンバン飲むんじゃないじゃん、高校生って。はい、世間がわかんないですからね、もうすでに。そうそうそう。わかんないですよ、高3の時に。で、ずーっと立ってたら、やっぱりその、マネージャーさんが、はい、ちょっとお茶持ってこいよ、って。で、はい、だから、もうね、僕ね、局の、お茶の機械、今ないでしょ。いや昔ありましたね。そうそうそう。お湯のボタン、そう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 。ありましたね。あったの。パコっていう紙コップ。はいはい、紙コップのやつ。はい、パコって出して、はい、下に置いて、お茶がピューってくる、はい、そういうのがあったの。はい。で、それの場所を全曲覚えた。そなんか変なとこにあるんですよ、ね。そうそう。給湯室みたいな変なとこにあって。初めて行った曲は、まずお茶の機械がどこにあるかっていうのを、調べて。
だ TBS さんはね、難しいとこにあったのよ。昔。TBS の廊下昔、難しいでしたよね。それも殺風景で、なんもなくて、本当に、で、多分、ドラクエみたいにして、どうや、こういうの、迷宮みたいにしていくと、急に給湯室だったりとかして、そういう感じだったですもんね。そう、難しかったの。でもそれで、で、お茶を持ってって、もう毎回毎回お茶を見て、渡して、見て、なくなったなぁと思ったらまたすぐ行ってっていう、その繰り返し。うわぁ、スタートみんなそんな感じですよ。で、それしか知らないですもんね。まずはお茶は喜ばれるんだと思えば、お茶ばっか出してくるし。でもね、そこから学ぶのはね、毎回行ってるでしょ？そうすると、機械が、お茶っ葉がない時があるの。はい。はい。そうすると、お湯しか出ないのよ。はい。で、うわ、お湯だけだと思って。はい。で、やばい、すいませんと思って、次から、お茶のティーバッグ、あれを入れて。あ、ご自分で。うん、自分で。なくなった時も大丈夫と思って。うわー、松尾少年頑張りましたね。でしょ？でね、ちょっとずつテレビの端っこ呼ばれたりするんですよ。はいはいはい。あれ何からですか？ひょうきん族。ひょうきん族で、その、坊やって言ってね、その、まあ、弟子、弟子ですかね、はい、カバン持ち、ずっとスタジオの後ろの方にいて、竹さんの横にいて、はい、そうすると、ひょうきん族でなんかこう、竹ちゃんマンコーナーがやってる時に、はいはい、ちょっとなんか食堂のシーンで誰か飯食ってんのが何人かっていう、はいはい、いわゆるエキストラがちょっといた方がいいなっていう時に、呼ばれるんだ。はい、じゃあお前座っていくよって言って、座らせてもらって、もう緊張しまくりでこう、食ってるふりしてちゃんと三角食べる方がいいかなとかすごい気にして見ねえよとみんなコントの客が三角食べしてるかどうか誰も見てねえと思うんだけどこっちはそう俺ひょうきん族出てるって思うから、うん、不自然な食い方すんなって言われないとようになんかちゃんと三角食べる方がいいなとかすごい考えて食べてた。でそうするとたけしさんたけし師匠とか優しいから、うん、急にお盆で殴ったりするじゃないですかそう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 いや痛いよあれ結構すんごい痛いの俺そのイメージがあって松尾さんをなんとなくしか知らないときに変なシーンで急にたけしさんがお盆で殴ったりとかそういうことが起こるんだけどその時の松尾さんの顔が本当にびっくりしてるってことだろ容赦なく来るからね急に容赦ない指定関係でもこうなんか予感みたいのしないんですか、うん、ないのいや、本当に鶴太郎さんのおでんだって、うん、それを武志軍団がいきなりそうやって引っ張られるんだって、うん、一番面白いタイミングの心の隙の時に武志さん来ますもんね、絶対ね。だあれがね、分かってくるとね、例えばその後にゴルフとかみんなで行くんですけど、はいはいはい、ゴルフ場の池とかあるじゃないですか。はいはい、池の周りにこう、球がそっちに行っちゃって歩いてるでしょ、うんうん、絶対押すの。だってそれもうテレビ映ってないでしょ絶対押すの。池に絶対落とすの。あ何すんですかって言うと、うん、誘ってるだろって言われるんですよでお前誘ってただろっていや違いますよ玉がこっちに来たから探してたんですって言っても嘘つけお前探してるから誘ってるから芸人として押したんだって必ず言われるんです何か呼吸ができてきたってことなんだ、はい、まあ怖いですだからそばで見ててあたけしさんすげえなとかたけしさん優しいなとかたけしさん怖えなと思う時ってどういう時でしたまああのね大体やっぱ、その、ひょうきん族の時でも、やっぱり休憩時間とか、ちょっと着替えの合間っていうのはもう、週刊誌をすごい買って、ドーンと積んで、バーッと見てました。ずっと、やっぱインプットしてるんだ、はい、さんって。で、ちょっと時間があったら、ちょっと松尾、本屋行くぞって言って、新宿の大きい本屋さん行って、なんか本買って、じゃあ帰るぞって言って、で、一緒にいつも行って。なんか僕らが見てると、たけしさんって、なんか、さんまさんとたけしさん真逆で。そうですね。さんまさんって、もう関係ないじゃん。テレビ回ってる回ってない。うん、楽屋も、うん、オフもオンも関係ないじゃん。たけし師匠は、楽屋すごい静かっていうか、うん、ですよ。そうですね。雰囲気的には。雰囲気的には、何かすごい集中してる感じ、うん。そうですね。だからその、なんか集中して、なんか考え、次の、なんか考えたりとか、はい、なんか仕事のこととか、なんか考えて、そんでお願いしますって言うとなんか爆発するタイプっていう。すごいのがその両方についてるじゃないですか。さんまさんともずっとついてましたよね。はいはいはい。あれはどういうきっかけなんですか、さんまさんのところは。あのね、さんまさんともだから本当にありがたいことに、その、入ったすぐに、たけちゃんマンで、はい、その坊やってるじゃないですか。はい、付き人、はい。そうすると、さんまさんとたけしさんが最後に、絡むんですよ。はいはいはい、はい。ね、すぐ近くにいるから、はいはい、そうするとある時さんまさんが、はい、たけしさんのお弟子さんでっかーって言って、はい、そうなんだよ、こいつ。はいはい。暗いでんなーって言ったんです
苔むした岩がおいありますよ、ね。そう、今、ね、苔の岩が。岩が。暗いでんなぁ、お弟子さんってさんまさんが言って、そうなんだよ、こいつ暗いんだよね、とかって言って、うん、そっからだから、なんか、まあ、ちょこちょこと喋りかけてくれるのって。へぇー。で、面白かったですよ、よくね、さんまさんがだから、まあ、たけしさんをね、その時、当時ね、40年前ですよ、うん、スタジオの隅の方で、まあ、タバコをちょっと吸ってたんですよ、うん、もちろんね。うん、で、たけしさんも吸ってて、さんまさんも吸うんですよ。で、さんまさんが、あ、ちょっと待つぞ、その頃ね、見学っていう人たちが何人かいたんですよ。はいはい、必ずスタジオの中に、はいはい。で、その人たちをちょっと笑わすために、はい、で、さんまさんは、ちょっとじゃあ、火貸してくれって言ったら、松尾、一番でかくしてくれと。火を。仕込んでんの。はい。すげえすげえ。いや、わかりましたって言って、おい、まっちゃんちょっと火貸してくれって言って、顔の前にボカーっていう火をでかく出して、はい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 、見てるお客さんたちに見るようにやって、はいはい、で、お客さんが笑うと満足なの、それで。いや、だからほんとさんまさんもそうです。化け物だと思ったの。普通にプライベートでご飯連れてってもらった時も、入ってくるお客さんとかを笑わせようとする。そうそうそう。へぇー。で、入ってるお客さんがびっくりして、収録中ですか収録中ですかって。だって全員にギャグをやり始めるから、もう。なんていうのか、あれがないんだよね。あ、知ってる人とか、知らない人とか。ないな。業界の人とか、普通、一般の人とかって、あんまりないから。区切りが。もうどこでもそうなの。へ、本当に全然通りすがりの人に、せやな、誰やねんみたいなやつになってんのに、ずっと本当に嘘。そうそう、本当本当本当。へぇー。武さん絶対しないじゃないですか。そうですね。そうです。武さん割と、うん、多分人見知りっていうか集中する人ですもん、ね。うん。だから、人見知りなのかな、やっぱりそうと、こう、分かってくると、もちろんバーッと喋りますけど、うん、最初からわーっていかないですから。よくその間を行ったり来たりとかちゃんとできますね。これだから僕持って生まれた人間性なんかそういう人の下に、クッと入って、その人の、なんか、感性っていうのかな、はい、そういう読み取って、うん、そういう風に動くのが得意みたい。いや、でもすごく思います。さっき言ってたね、うん、どの絵はがきに映っててもおかしくないとか、何県出身ですって言われても全然おかしくないし、多分ね、何歳ですかって言って、何歳ですって答えても、一つもおかしくない気がするんですよ。それはなんか、本当に松尾さんの持って生まれた何かだと馴染む力っていうか。なんかね、だからね、多分自分自身がこうあるべきとか、それないんですよ、僕。胸張って言うことでもないですよ。ごめんなさいね。もう40年になるんですから、なんかあっていいはずなんですけど。普通あってもいいよね。はい、ね。いいよね。ないの、多分。自分はこう、僕はこうですよっていうのがないのね。だなんとなくその、この、行ったら現場のその空気で、あ、そうですね、そうしましょうかね、とかって、なんかこう、ふっと入りやすいんだ、多分ね。だこれがすごかったのは、何でも鑑定団、その、この間出してもらって、何でも鑑定団の僕はリポーター、僕もやったことは出張鑑定やったことあるんですけど、うんうん、一緒になることはないじゃないですか、うん、普通。でもこの間たまたま一緒になって、はい、出張鑑定に、まあ、今回コロナでお客さんがあんまりいらないから、じゃあいろいろ喋る人っていうのを僕が言ったんですけど、うんうん、その一般の官邸に来た人との、うん、の下にも入ってきますからね。だから官邸に来た人がどんどん、これは高いはずなんだよみたいのを、松尾さんに言いやすいんだよね。まあそうだね。だから、どうやって手に入れたとかっていうのを、うん、やっぱこう下からね、で、そのリアクションがまた、ほう、俺の中では、それは偽物だろって思うんだけど、はぁ、ほうってやってるうちに。いや、本物。やめてやめて、本物。やってくうちに、普通のその、地方来たらおじさんが、そうだろって、女房は違うって言うんだよそれはおかしいですねなんて。これ本物の匂いしかしませんね、みたいなの。タイミングがすごくて、どんどんね、なんか、来た人が、お客さんがでっかくなってくる感じ。何年ですか出張鑑定。もうだって25年ぐらいやってますよ。ああ、すごい。僕は、もうあれのプレッシャーに耐えられなくて、はい、僕、初めて自分から若手の頃に降りたいって言った仕事があれなんですよ。無理ですと。この人本当に本当ですよ。だってさ、うん、ワゴンを押してくるお姉ちゃんいるじゃないですか。うんうん、どういう神経だと思う。だって、1000万かもしれない。そう。10円かもしれない。そう。あんなの耐えられないっつって、僕はすぐ降りちゃったんですけど、いろんなこと起こるでしょ？起こりますよ。だから、一番びっくりしたのがね、はい、昔、もうそれこそ20年ぐらい前かな、はい、出張鑑定行って、はい、石川県の七尾かな、はい、七尾も行って、はい、で、出張鑑定やったんですよね。はい、で、
あの、お寺のご住職、うん、もうお年を召したご住職が出てきて、はいはい、なんかね、ちょっともう、ボロいね、小屏風。屏風、はい。うん、ちっちゃなね、これぐらいの90センチぐらいかな、はい、1メートルぐらいの屏風があるんですよ。はい。で、もうボロボロなの。はい。で、それを持ってきたの。で、お話聞いて、で、いつもはそのお寺の、お風呂の前にそれがあって、はいはい、和尚さんが、はい、ふんどししてるんで、はい、風呂入る前にふんどしを脱いで、それにかけると。はい、に使ってるんですよ。雑な使われ方してますね。それ屏風をね。湿気のあるところに置いて、ふんどしかけるだけの屏風。で、お風呂上がって、そのそこまたふんどしかけて、縛ってっていうので、はいはい、そうやって使ってるんだと。はい、で、もうボロいんで、はい、もう燃やしちゃおうと思う。思って、なんか境内で、その、焚き火かなんかして、燃やそうとしたんだ。はい。で、その時にちょうど檀家さん来て、はい、あ、大塩さん何やってんのって言われて、いや、もう古いから燃やそうですって言ったら、あ、でもなんかそれ、なんか結構古いから燃やさない方がいいんじゃないの？なるほど、時代もありそうだし。なんか、そうですかなんて言って取っといたのよ。はい。ほんで、鑑定団行って、はい、見て、で、確かに僕も実際ボロかったの、すごい。で、うわ、これや、ちょっとボロいなと思って。で、鑑定したら、はい、1000万。そういう瞬間に立ち会いますよね。そう。1000万か1200万ぐらいでしょ。逆の場合どうしてんですか？絶対に1000万だって言ってるやつが、うん、もう絶対に1000万が1000円の時あるじゃないですか。ある。あれとどうしてんですか？心の中でちょっと喜んでるの。喜んでる。そういう場所もいる。ちょっと面白いよね。ガクーッと来るのが正直ね。僕ね、鳥取かなんかの大会に行った時にね、はい、なんかその、すごい人から、戦国武将みたいな人からもらった、何、なんだか、弁当箱みたいなやつなんだけど、それがあるからこそ名士の証だみたいなことに、どうやらその周辺でなってるらしいんです、うんうんうん、で、行って、多分、町長さんとかを代々やってるんですけど、うん、偽物なんですよ。その時の空気が何なのっていう周りの人たちが、それがあるからこそ尊敬されてたんじゃないのみたいな空気になって、怖くて喋れなくなっちゃう感じのこととか、あれだからね、小川の足聞いてて、あ、これ下がったらどうしようっていう人いるんですよ。で、楽しく終われそうな人とそうじゃない人がいるから、それは楽しく終わったらいいんですよ、すごく。予感がしてるんだ。うん、このパターンは、たとえ安くなっても笑える人だなっていうパターンと、そうそうそう、このパターンちょっと修羅場あんなっていう、ちょっとね、丁重に行かないといけないのかなとか、ちょっとなんとなく見えるんですよ、話聞いてると。そこに立ってられるのは、やっぱりたけしさんに鍛えられてるからですよね、緊張するとこでも何でもとりあえずはずーっと まあ結構緊張する。多分、うん、どこにでもいられる力っていう、うん、それもう僕、万内力ってこれも言ってますんで。出た出た、万内力。万内力。ありがとうございます。万内力、これから多分ね、時代は欲してると思いますんで。さあ、時間忘れて喋っちゃう。ちょっと一回 CM 入れます。松尾万内さんゲストです。薄いミトンです。突然ですが、あなたは何鉄？私は元取り鉄、そして模型鉄。次回11月27日の金曜ボイスログは鉄道を特集。大きいお友達の皆さんはもちろん、お子様からのレビューも大募集。朝8時30分からの金曜ボイスログ、どうぞお聞き逃しなく。要潤です。人生を楽しむヒントをシェアするプログラム、B スタイル。今週はプロボクサーの亀田智樹さんをお迎えして、大きな転機となった単身メキシコ武者修行などについて伺います。 B スタイルは毎週土曜朝5時30分から。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。これまでに借金をしたことがある方へ、弁護士に債務整理を依頼すると、払いすぎた利息で借金を減額したり、支払いに猶予を持たせることができます。また長年借金の返済を続けている方には、過払い金が発生しているかもしれません。クレジットカードのキャッシングやカードローンのご利用時に払いすぎた利息を過払い金と呼び、借金の返済中であっても過払い金を取り戻せる可能性があります。あなたの借金に過払い金があるか、アディーレが無料で調査。返済中でも返済済みでも、まずはお気軽にご連絡ください。過払い金の返還請求はあなたの正当な権利です。東京弁護士会所属、弁護士法人アディーレ法律事務所の弁護士があなたと一緒に
あなたの明るい未来のために解決方法を考えます。まずは0120-316-742 316-742債務なしにまでお電話を。散歩行くぞ。じゃ、歩みのゼリー、毎日の食事と運動にプラスしてみない？歩みのゼリー、特保ではなく機能性表示食品です。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン配合。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。食事、運動、歩みのゼリー。歩みのゼリー、無料の3本セットは0120-777-444、777-444、最新完成役所まで。おひな様と五月人形、今コーノスひろたやで予約セール。コーノスひろたや。時刻は10時29分です。 TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染谷紀子さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。この時間も関東は冷たい雨が降っています。午前中は雨とお伝えしてきましたが、このままだと昼過ぎまで雨が残りそうです。今一旦止んでいるというところもまだ降る可能性が高いので、今日は傘を持っていくようにしてください。そして今日も寒いんです。まだ外は10度くらいしかありません。この後最高気温は12度くらいにとどまりそうです。冷たい北風も吹くので、暖かい上着、風を通しにくい上着があるといいと思います。明日は天気が回復します。朝は冷えますが、日中は日差したっぷりで、今日より5度以上高い18度くらいまで上がる予想です。洗濯は明日の方がおすすめです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の染谷紀子さんでした。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ。チューリッヒならネットからのご契約で最大21,000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-455-572 まで。ここで TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは横浜町田インター付近、前にあった事故の調べが行われているため追い越し車線が通れず5キロ通過には35分。反対の上りは首都高の渋谷を先頭に12キロ40分、中央道上りは首都高速の幡ヶ谷を先頭に17キロ、稲城から1時間20分です。東北道の上りは浦和インター付近、車両2台の事故のため2車線が通れません。4キロ半通過には30分です。一般道は神奈川県内、二宮の国道1号の下りは中央通り入り口交差点付近、乗用車同士の事故のため片側交互通行が行われています。小田原に向けて2キロ半の渋滞。都内は湾岸道路の東行き、品川区大井中央陸橋付近、事故のため通行止めです。影響で1キロ通過に25分です。以上です。警視庁の桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後10時55分頃にお伝えします。 TBS ラジオ公演ハイパープロジェクション演劇配給、日向翔陽役の大吾小太郎です。小爪研磨役永田貴人です。演劇配給シリーズ最新作ゴミ捨て場の決戦、12月13日まで上演中です。公演の詳しい情報は演劇配給公式ホームページか Twitter でご確認ください。やろう、もう一回がない試合。伊集院光とラジオと松尾伴内と師匠たちと。改めまして、今朝のゲストはお笑いタレント松尾伴内さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。松尾さんって、はい、怒ることあるんですか？これね、僕ないんです。怒るポイントがないんですよ。あの、ご家庭でもですか？そうです。で、なんかあのさっきね、ちょっと話したように、うん、あの師匠たちってちょっと年代的には怒る、怖いなっていう年代があるじゃないですか。今ちょっと言ってたのはね、うん、弟子やってて思うのは、今若いお弟子さんとかもいっぱい自分の師匠とかも入ってるけども、うん、
一番師匠が若くて怖かった時に一緒にいた自信みたいなちょっとある。うん。ありますよね、なんか。それあるんですよ。大御所はやっぱ怒りますよね、うん、まして弟子になんかね。で、ちょうど一番顔がビリビリしてる時っていうのがあるんで、はい、だその時一緒にいたっていうのがあるんで、はい、やっぱ怖かったですよ。でも僕の中にないんですよ。なんだろうな。なんでだろう。怒るポイントがそんなな、沸点がないのかな。そんなにこう、チキシャーとかコラーとかいうのがないんですよね、僕。多分そのコント的な怒り方はおそらく全然ね、なんすすかはあると思いますけど、松尾さんが怒ってるところの想像があんまつかなくて、でなんか思ったのは、いつでもその松尾さんがいきなり頭をお盆でバンってやられて、キョロキョロっとしながらおどおどおどってする、あれぐらいがマックスです。それ以上見応えることもあんまない。そうだね。だって事務所大変なことだったじゃないですか、師匠。あん時もあんまり、松尾さんだけインタビューとかあんま答えてないでしょ。で、なんかね、僕がそこに入ってるってなんか気が付いたらいいみたいな、ないみたいな人が多いの。で、中にはね、インターネット見せたら、はい、あの、たけし軍団っていうなんかポスターとかが出てたのね、はいはいはい。で、この人たちが所属してますっていう。はい、で、僕探したら、はい、僕じゃなくて、ラグビーの松尾裕二さんだったんですよ。まあ、仲は良かったけど。そうそう、たけしさんは仲良かったから。けど、違いますよ、ね。松尾って言ったら、松尾裕二さんが入ってたの。その、たけし軍団のポスターの中に。で、僕いなかったの。うわだからなんかね、たけしさんのこの軍団のメンバーなんですけども、もちろんね。うん、ただ、どっぷり入ってない感じが皆さんの、印象があるみたいです。でもちょっと思います。うん、その、もちろん俺たちは軍団として、はい、それこそ熱湯風呂とかバンバンやってる頃から見てるんですけども、なんかちょっと独特な歩調があって、うんうん、いい意味で、なんか、松尾さんは松尾さんで。やっぱりなんですよ、その軍団っていう森の中の岩だから、この植物の中一つ岩があるとか、ちょっと別の感じっていうか。あんまり動いてないのよ、みんなとね、一緒にね、行動してないんだから、ずーっといるのよ、そこに。いるの、うん、で、皆さん、誰か来たらどうぞ、お茶飲んでって、みたいな感じで。でもなんかね、意外なところで尊敬されてたみたいで、うん、安田美香若い頃に、はい、ね、松尾さんから芸を盗もうとしてたんですよ。あの、ネットコマーシャルに私二度出演させていただいたことがあるんですけど、やっぱり松尾さんのあの姿勢、ネットに入る時の、あの直角にこうピッとなる。客前挙。名前が付いてるんですか、客前挙って。こうやって足が上げるでしょ。そうそう、あれがやっぱり。手で突っ張って、そうそうそう。一旦足を水中に上げて、水面と平行に。そう。体操選手のような、あれがやっぱり美しいってことで、お前やる前に松尾さんのちゃんと見て、学べっつって、マネージャーさんからすごい。あれが一番美しいっつって。だからもう今日、お会いできるなんてもう本当に あそのマネージャーさんが言ってたのかって教育がすごいな、はいはい、ありがとうございます、はい、客前挙だったんですね。今度お教えしますよ。どこで使えばいいんだって。二人ともやんなくていいとして、でもみんなに最後聞く夢と野望ってあるんですか、うん、なんすか夢と野望。あ、でもね、今ちょうど出てきましたけど、はい、やっぱたけし軍団って、はい、もう皆さん60過ぎなんですよ、はい、で僕が一番若いんですよ、はい、そっか、初期メンバーなんですね。そうそう、意外に年以外僕行ってなくて、はい、この顔してますけど、僕一番若くて。はいはい、だから、はい、60になって、なんかみんなでまた熱湯風呂とか、いわゆるおじいちゃんたちで、はいはい、あの、アチとか熱湯風呂とか、なんかハードな空手に挑戦とかね。おじいちゃん多分熱に強くなったから、そうそうそう、だからさらに温度が。あれ、入れるじゃんっていうね。昔暑かったよねっていう、なんかちょっとそれやってみたいなっていう、なんかもうベテランなんだから落ち着いてっていうよりは、ああいうのやりたい、うん、やりたい、ああいうなんかチャレンジもんで、今のこの年齢になってさらにこうやりたいなって毎年思うようになってきます。あとは僕からのリクエストは、うん、松尾力について一度何かあのいろんな修羅場にずっといたっていう、まあ、半分写真集がいいです、半分いろんな写真に松尾さんがいて、うん、大丈夫って。いろんな現場に行って、ね、いろんな現場に大丈夫。そう。宇宙から原始時代までずっと松尾さんいて、そんなに分かんないっていう写真集です。周りはすごい心配してるのにね。本人は大丈夫。いや、なんか本当に僕は松尾さんといると、本当に楽しいスイッチ。あ、よかったです、もう。入ります。あの、ぜひまた。あ、こちらこそありがとうございました。してください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日のゲスト、松尾伴内さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ラジオっていいね。僕たちジャニーズジュニアのハイハイジェッツがおすすめするのはズバリラジオ。最近ラジオ流行ってるもんね。ウォーキングの時とか、うちで仕事の時とか、あの人いい声してるなとか、スマホでも聞けるし。ラジオっていいね。
いいね。好きな番組今度教えてください。おぎやらあめん、おいしさいっぱい。おぎやらあめん、笑顔もいっぱい。北関東、長野、新潟エリアでおいしいエリア拡大中。おすすめおいしい味噌ラーメン、食べてみて。みんな大好き、おぎやらあめん。しっかり遺言してますか。高橋秀樹です。大切な資産を大切な人に残すために必要な遺言書。うっかりできないことだから、しっかり遺言 .com 朝日信託がお届けします。詳しくはしっかり遺言で検索してください。バイク王でバイクを売った感想は？高く売れた。こんな声続出のバイク王は買取利用率ナンバーワン。お電話の際ラジオを聞いたと言って 126cc 以上のバイクを売ると1万円の商品券をプレゼント。ナンバーワンは違う。0120-50-8190。ゴーバイコー。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか。 CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は竹下香奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまるでゼリーのようなプルプル食感がたまらない愛媛県産紅マドンナをご紹介します。この季節ですね。そうなんです。たまには高級なフルーツ、家族で楽しむのもいいですよね、うん、そこで東京大田市場の目利きが今食べるならこれとおすすめするのが、 TBS ショッピングで毎年人気の希少な柑橘紅マドンナです。紅、はい、マドンナは一部の高級果物店や百貨店などで贈答用として販売されているまさに高級フルーツなんですが、実は TBS ショッピングでご紹介するのは今年で6年目。一度食べたらまた食べたいと年々楽しみにされているファンの方が増えている人気のフルーツです。正直きちんと食べたらここが僕初めて、ここの試食が初めてだったんですけど、はい、一回食べたらもう忘れないよね。そうなんです。もう人気の理由はただただとにかく美味しいこと。濃厚な甘みとまるでゼリーのようなプルプル食感、そして口いっぱいにあふれる果汁ととろけるような美味しさは感動ものです。ぜひ召し上がってください。はい、いただきまーす。いただきまーす。このゼリーの感じ、多分ね、聞いてらっしゃる紅マドンナ未経験の方は、非常にゼリーってなんだよと、ね。そうなんです。みかんを、柑橘を食べてゼリーってなんだよって言うかもしれませんけど、食べたら、間違ってなかったって言うと思うよ。もうゼリーだって思うよ。プルプルなんですね。プルプル、甘くて酸っぱくて。すごい柔らかい。うん、あの甘草と南高という2つの柑橘類を掛け合わせ平成17年に誕生したこの紅マドンナ、その名の通り紅色がかった濃いオレンジ色が特徴で、プルプルの果肉と甘い果汁がたっぷり詰まっています。種もないので薄皮のまま食べられるので食べやすいですよね。なんかこの食感とさ、その甘みとその酸味のバランスっていうのかな、はい、なんかついつい分かりやすいから僕らはこう果物を糖度のことばっかり言っちゃうんだけど、はい、甘いのはめちゃめちゃ甘いのだけどね、酸味のバランスが良くて、それでプルプルしたその舌触りが良くて、これはねリピーターの方多いの納得ですね。本当今年もすでに予約がたくさん入っています、はい、東京大田市場の大手仲卸のとみで果物一筋30年の目利き浜田裕二さんもぜひ食べてもらいたいフルーツとおすすめしています。今年も出来は抜群だそうです。ただ柑橘王国の愛媛県でしか栽培されていないため本当に希少で、浜田さんも入荷しても市場で取り合うと嘆くほどなんです。そこを頑張って今年も TBS ラジオショッピングのためにご紹介できるだけの数をなんとか確保してくれました。お値段も毎年楽しみにされているファンの方も多いということで、お買い得価格実現しました。愛媛県産紅マドンナは L から 2L の大玉のみに限定、さらに秀でた品と書く秀品のみを厳選しました。12玉から15玉、およそ 2.7kg で税込み5380円。5380円です。
本当希少な紅マドンナがこのお値段で味わえるのはとってもお買い得です、うん、この機会にぜひご賞味ください。ご自宅用はもちろん贈り物としても喜ばれますよ。お届けは12月上旬頃からを予定しています。ただし数に限りがありますので、お申し込み お早めにお願いします、はい、別途送料頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。なんかさ、こういう果物とかでさ、自分が食べてまだ食べたことない人が食べるところを見てたい、どんな顔するか見てたいっていう感じの、わかります、わかります。例えばお家届いたらお母さん薬毒で1個食べて、でその後多分次にパパ食べたり子供食べたりするのを見てると思うよ、でいておーってなってねーってなると思うよ、ね、見たい見たい。ということで、美味しいものありがとうございます。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかも。なぜならカードの支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10 10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士福間直也。ここで美味しい餃子で評判の餃子の満州からのお知らせです。埼玉東京を中心に96店舗を展開している餃子の満州が本日11月25日水曜日、川越駅西口のユープレイスに餃子の満州小江戸館をオープンします。餃子の皮と具は全て国産の食材を使用、新鮮出来たてで味は抜群。お得な業務用60個入り冷凍餃子も販売します。夕方4時からは菜木のゴールデンポークを使用したプレミアム焼き餃子もご提供。ぜひ餃子の満州小江戸館をご利用ください。またお店が近くにないという方、出来たてをクール便でお届けする冷凍宅配も受けたまわっております。 0120-194-917 または餃子の満州ホームページをご覧ください。TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話安田コレクション、時刻は10時46分になりました。おっちょこちょい話安田コレクションのコーナーです、はい、安田美香や伊集院光に負けないぐらいのおっちょこちょいな体験を募集しているコーナーです。あの番組の頭にあったさ、はい、街冒険とか多分俺たち忘れて帰るぜ本当だ、ね、あんな面白いのに ねずーっとずーっと街冒険にさせちゃう可能性あるからねえ。さあ、いきます。ラジオネーム、おっちょこちょい二世さん。はい、ありがとうございます。はい、鍵の、うん、鍵の閉め忘れをたまにしてしまい、夫に怒られる私。おっちょこちょい二世さんね。はい。二歳の息子が家のチャイムを鳴らすのが好きで、うん。ベビーカーを押して買い物の帰り。はい。鍵を開けてから、息子を下ろすと抱き上げて、うん、はい、チャイム押したいのねと押させて。ああ、優しい。押したがるもんね、うん。で、満足した息子を家に入れたり、ベビーカー畳んだり、荷物持ったり、ドタバタしてるうちに、うん、うっかり鍵をかけずに部屋に上がっちゃう。ああ。わかりますよね。ねえ、いろいろね、やることがもうしょうがないですよね。からね。ねえ、うん。で、先日も鍵を閉め忘れ、うん、帰ってきた主人に怒られる。なので、今日はきちんと鍵を閉めたことを確認し、その後訪ねてきた母が帰った後も、うん、出た後もちゃんと、はい、鍵きちんと閉めましたつって家の中入ってる。で、夕方息子とコンビニまで買い物に行こうと家を出る支度をしていたところ、はい、家の鍵が見っからない。うん、コートのポケット、仕事のカバン、思いつくところをいろいろ探しましたが見つからない。うん、で、もしやと思って家を出たら、ドアに鍵が刺したまま、いつからもういつからかもわからない。結構前だよな。今の工程で言うとね。まあ何事もなくてよかったな。まあゾッとしたものの何事もなくてよかったと思ったのですが、ふと思ったのが、訪ねてきた母は、なぜ気づかないと。だって開けて入ってくるわけだから。おっちょこちょいは遺伝だな、つって。
で、このことを主人には言えないので投稿してみましたっていう。まあ、そうだよね。だってまた言われちゃうわけじゃんか。そうですね。お前またやったのってなっちゃうから。うんうん。ね、ちなみに鍵はなくさないように大きなキーホルダーがついています。さあ、じゃあボタンお願いします。ポチッとな。金賞ねえ。さあ、じゃあちょっとあるある気味なやつ。横浜市ラジオネーム、はい、社会の窓からこんにちはさん。ありがとうございます。私の妻が歌番組を見ていた時のこと。うん。上田正樹さんの悲しい色屋根が流れていて。ああ、はい。滲む街の日をの、ね。ちょうどサビの部分の、ホームタイム、うん、大阪ベイブルースを聞いて妻が一言。うん、おい、大阪ベイブルースって具体的には誰？大阪ベイブルースは誰？妻は、うんうん、大阪ベイブルースを、うん、ニューヨークヤンキースのベイブルースの、和製ベイブルースの関西版だと思って、はい、多分阪神にそういう選手がいるんだろうなって思ってそこまでの歌詞の内容とか曲の雰囲気とかを完全無視で言う。な、バースか、まあ、懐かしい。あとは、近鉄時代の中村のりの可能性が高いね。大阪ベーブ・ルースはね。ねえ。したら、中村のり泣いたらあかん、泣いたら切なかなくなるだけっていう。はい。そんな感じの選手だったのかね。どうなんですかね。はい。こういう思い込みのやつです。してください。マジで。金賞ということで、いろんなパターンのちょこちょいお待ちしております。歩くのが億劫とか、歩くスピードが落ちてきたかも、歩幅が狭くなってきた気がする、など、足から年を感じることありますよね。それは、歩く力が落ちてきたからかもしれません。おすすめは、再春館製薬所の、歩みのゼリー、根の力。歩みのゼリーには、ブラックジンジャー由来、ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特保ではなく機能性表示食品です。すでに始めている方からは、夫婦で桜の咲く道を1万歩も歩きました。というお声も。歩みのゼリー、まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは、0120-777-444 最瞬間制約書まで。法律事務所ホームワン。法律のこと難しい、知らずに損してないかな、それなら気軽に相談しよう、0120-316-279、東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。楽しく感動できるスーパー、ロピア。アイウエアイラブラブラブラリルレラブラブラリルレ、ロピアはラブラブロピア、愛に満ち愛されるスーパー、ロピア、ラブラブロピア。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい。東京株式市場で株価が昨日に続いて大きく値上がりしています。日経平均株価の上げ幅は一時500円を超えました。前日のニューヨーク市場でダウ平均株価が史上初めて3万ドルの大台を突破したことを好感して、今日の東京市場は寄り付きから買い注文が集まり、日経平均株価は一時昨日に比べて540円以上値上がりして、およそ29年7ヶ月ぶりの高値をつけ、連日でバブル崩壊後の最高値を更新しました。現在は昨日に比べて464円ほど高い 26,629 円をつけています。東京都は新型コロナの重症者数が昨日50人を超えるなど増え続いていることから、今週末の28日から来月18日までの3週間、飲食店などに対して営業時間を午後10時までに短縮するよう要請する方向で最終調整に入ったことが分かりました。対象となる地域は23区と八王子市などの支部が想定され、都が独自に旅行代金を補助する事業、もっと Tokyo は取りやめることが検討されています。さらに GoTo Eat については、食事券の新規発行や販売を一時停止し、
すでに付与されているポイントなどは使用しないよう自粛を促す方向だということで、小池都知事が夕方会見して発表します。ロシアの新型コロナウイルスワクチンスプートニク V の開発に関わるロシアの政府系ファンドは24日1回あたりの接種費用が10ドル以下になると発表しました。スプートニク V は2回の接種が必要で、最初の接種から42日後には発症予防の有効性が 95% に上るとする最終臨床試験の新たな中間結果も明らかにされました。ワクチンをめぐってはアメリカのファイザー社のワクチンの有効性が 95% で、1回の接種費用の目安が19ドル50セントとされていることから、ロシア側の発表はこれに対抗する狙いがあるとみられます。フランスの司法当局は24日来年1月中旬に日産の元会長カルロス・ゴーン被告をレバノンで事情聴取する方針を明らかにしました。捜査担当の予審判事一人が入って、中東オマーンの販売代理店への不審な支払いや、ベルサイユ宮殿で行われたキャロル夫人との結婚式に自動車大手ルノーの資金が不正に使用された疑惑について聴取するということで、少なくとも2日間はかかるとしています。司法当局は今年7月ゴーン被告に対しフランスに出頭するよう求めましたが拒否されていて、ゴーン被告がレバノンでなら聴取に応じるとしたため、予審判事が現地入りすることになったということです。以上ニュースをお伝えしました。ニュースデスクの中村久人さんでした。11月27日金曜夜8時からはパソコンでゲームを始めよう、インテルコアでゲーミング。3代目 JSOUL BROTHERS のエリーさん、モデルの木島明日香さん、人気 YouTuber のワイワイさんをお迎えしてパソコンゲームの魅力を生放送でお伝えする1時間です。放送は27日夜8時から。時刻は10時55分。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは横浜町田インター付近、前にあった事故の調べが続いて追い越し車線が通れず7キロ通過には15分。東北道の上りは浦和インター付近、事故の処理が続いて2車線が通れません。10キロ、岩槻から通過に1時間です。一般道は神奈川県内、国道1号の下りは二宮の中央通り入り口交差点付近での事故の処理終わっていますが、小田原に向けて3キロ。埼玉県内の国道16号内回りは入間市扇町屋交差点でトラック2台の事故です。流れが悪くなっています。千葉の国道16号外回りは柏の柏トンネル内、乗用車とトラック4台の事故のため1キロ半。都内は湾岸道路の東行き、品川区大井中央陸橋付近、事故のため通行止め続いています。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は、この後11時25分頃、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから、運転には自信があります。でも、事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めている、スマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。さあ、 TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎賞ですが、はい、今日結構激戦だったな。あの紙飛行機を作るっていう、はい、はい、ピンクサブマリンさんには、おいさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。はい、その他メッセージを読まれた方には番組ステッカーをお送りいたします。まあ、待ち冒険も良かったんだけどね。ねえ、いやでもささやかな楽しみ、本当なんか、ね、ちょっといいよね。ねえ、素敵、ね、皆さん、まあ、あと待ち冒険気をつけないと本当に犬連れ去られちゃったりすることもあるし、あとなんかそこで何か起こったりとかすることもあるから、よっぽど利口なワンちゃんでもまあまあ気をつけていくのかと。人の犬勝手に触らないようにいつも自制してるんで、俺は。そうなんですよ、子供にも、ね、触りたい触りたいって思うんだけども、最悪飼い主が来ていいですかって聞いてからだみたいになったりしますね。そうですよね、一言聞いてからね。
はい、さあそれから明日のゲスト、はい、明日のゲストはフリーアナウンサーの、山根元代さんです。はい、まあ一番おなじみなところはあの半沢直樹のあのナレーションですよね。ねえ、どんな出来事でも山根さんが言ってくれると何事か起こる感じするよ、ね、なんかわかんないけど何かまた大和田城もあたりなんかやってんじゃねえかなっていう俺のお誕生日を読むだけでも1967年11月7日っていうだけでも何か起こる感じしますよね。いろんなお話聞きたいと思っております。いやなんか今日は堀さんの歌も面白かったし、あと喜一の塗り絵が塗り絵博物館塗り絵美術館かなが都電の町屋にあるらしい。都電の町屋にあってで、はい、まあ土日しかやってないらしいんだけれども、その喜一の塗り絵って懐かしいっていう人はなんか見に行くとそこにいっぱいあって、でおそらくあこれ私子供の頃塗った記憶があるみたいのも俺たちよりちょっと上の先輩方は、その蔦屋喜一さん自体はもう2000年代まで生きてんだよね。で、まあ、亡くなって15年ぐらい経つらしいんですけど、なんかそこの思い出のすごい詰まった美術館らしいんで、まあ日のいい日とか、まあね、行ってみたらいかがでしょうかって、うん、はい、さあ、ということで明日も朝8時30分から聞いてください。この時間のお相手は安田美香と伊集院光でした。この後はジェーンスー生活は踊るです。喉に違和感があったら、喉直接潤う龍角散ダイレクト第三類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。